ですね。おい、ベースメン。三重県を中心に活動する6人組 YouTuber のベースメン。お前ら何やってんだよ。いや、無理だな。このテンション無理だな。いや、一回やってみたかったんですけどね。そういった感じのね、炎上動画みたいなの、やってみたかったんですけどね。もともとプロレス見ない人なんで、やつがね、うまいことにできないんですよね。うん。いうことなんで、普通にやります。すいません。サムネイルも普通にしとこう。うん。ベースメン危険みたいなやつでやってみようかなと思ったんですけどね。無理だ。うん。ってことでですね。何かっていうとですね。今日はですね、ベース名の紹介をしていこうじゃないかと。まあ、最初はベース名を救いたいとか、そういうようなタイトルにしようかなと思うけども、普通に、ベース名についていろいろと、調べてみてね、思うことをね、語ってみようという、動画でございます。4つ目のね、やつになってるかなっていうことなんですけどね。まあ、まずね、前の紫の方のチャンネルで言ってもいいのかな。うちのところも4つ目っていう形でまあ、4つ目が独自のチャンネルでやってた時、ね、去年の、年末までですけど、の時に、から見ていただいている方は結構視聴者さん、被ってるのかなっていう感じがあったんですけど、そっちから来ていただいている方はね、多分そのまま知ってると思うんです。で、そうじゃなくてね、もともとこっちの YouTube の、スター性総合チャンネルの方、この青い方チャンネルね、でずっと見ていただいてる方、特に三重県外の方だとね、結構知らないよという方もいらっしゃるんじゃないかな、ということなので、このね、ベースメンが今ちょっと活動が、本当に存続の危機にあるというね、動画が上がってましたので、急いで調べてね、本当ならね、まあ、後々話しますけど、クラウドファンディングがね、もう始まってるんですけどね、そのクラウドファンディングが始まるタイミングだったりね、動画を上げようと思ったらね、ちょっとね、タイミングがね、あまりにもね、急いで、これも動画、準備したんですけどね、いかんせん4つ目で1日12本動画投稿とかやってね、バリバリやっとったっていうね、時、あれを出さないといけなかったんで、ちょっとタイミングがすいません、ずれちゃったんでね、月末になったんですけど、まだね、クラウドファンディング、まだもうしばらくやってるということなんで、そのあたりも詳しくね、後々説明をしていこうかなと思うんですけどね。ちなみに案件でも何の了承も取ってなくてね、勝手にやってることなんでね、売名行為だと言われてね、なんや、ベースメンっていう名前を使って、三重県で名前をなんか売名しようとしてるんじゃないかって言ったら、まあ、半分、7割5分ぐらいはそういう気持ちがあるんで、全く否定はしませんけど、ということでございます。ただね、まあ、一応、まあ、歴はうちの方が長いよというかね、まあ、ね、再三ね、他の動画でも言ってますけどね、まあ、YouTube も2019年からで、ね、動画投稿自体はもう14年目というね、しようがね、やってこの数字ね、改めて言うと悲しくなってくるけども、そんなことは置いといてね、っていうことなんで、まあ一応ね、年齢的にも多分、うちの方が上でしょう。まあ、うちよりね、上の人で新しく始める人ってなかなか、まあ、いるにはいるんですけど、違う、そういうことを言いたいんじゃないんだ。相変わらず脱線しまくるんで、早速本題に行きましょう。じゃあね、ベース面についてね、いろいろと、調べて、聞きましたんで、そのデータとかをね、ちょっとね、まとめましたんで、そのね、資料を見ながら、ちょっとね、いろいろと話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お、これはちゃんと BGM つけるよ。うん、最近4ピアもぐったぐっただったけど、さすがにこれはちゃんとやるからね。さあ、ってことでね、こんな感じでちゃんと資料を作ってきました。いつもとちょっと違う感じの資料にしましたけどね。ベースメンについていろいろ調べてみたこと、思うことということでね。別に風に書いたのは、大きな理由はないです。中二病なだけでございます。この年で12秒ですよ。4つ目でね、見ていきたいと思います。ベースメンとは何なのか。基本情報を出しておきます。チャンネル名はベースメン、三重県、すみかっこ三重県 YouTuber となってますね。アカウントは、アットマーク、ベースメン、BASEMEN ということで、そのままですね、ベースの面ということですね。確か、語源は何だったっけ？もともとなんか、山で基地を作ろうみたいな動画を撮り始めたのがきっかけだったんで、基地でベース。基地を作る男たちっていうので、ベースメンだったかなっていうような、理由だったと思います。動画投稿開始は2020年12月1日ということなんで、まあ、丸2年かぐらい活動してますよということでございますね。で、メンバーは、カンタさん、ツッコさん、ユウさん、ユウヒさん、ヨッチさん、加藤さんの6人。
だと思います。うち、調査不足なだけかもしれないですけど、自己紹介動画みたいなのって特に出してなかったと思うんですよね。最初の動画も企画からどんどん始まってましたし、そうですよね。他の動画も、特にな、あの、話題であります、こういうような趣味でありますとか、そういうような、いわゆる自己紹介系動画っていうのはなかったじゃない。あったらすいません。また、教えてください。っていうところでリンク貼るとか、なんか、リンク貼るとあれか、今、見れなくなっちゃうんで、こういうようなタイトルがありますよって教えてもらったら、こっちの方にも届かないでしょ。運営の方にも、リンク貼ってあると、もうスパム判定でなんか自動的に、消えちゃう、ような設定とかもあるみたいで、うちのところはだいぶ軽くしてあるんで、見えるはずなんですけどね。なんかたまに、あれ、コメントで送っといてんけど、見れやんって、通知とか、危ないやつに関しては、なんて言うの、これ、表示しても大丈夫ですかどうかっていう怪しいやつに関しては、チャンネルの、スタジオのところにデータが送られてきて、これ表示してもいいですかどうですかっていうふうに聞かれるんですよね。それで、うちが見て、ああ、問題ないよっていうやつは表示にするし、あ、これはさすがにちょっと載せるとまずいかなって、やっぱ非表示にするとかっていうような、こっちの方でそういうのを決定することができるんで、何かしら、届くはずなんですけど、リンクを貼った、URL を貼ったりすると、なんかそれにすらもう自動的にもうシュパーっていう感じになっていることがあるみたいなんで、ちょっとそこのところがね、怪しいんですけど、じゃあそこじゃないんだ。危ない、危ない、危ない。もう開始7分で3回脱線したね。大丈夫かな？まあいつものことだけど。ってことはこれまだ1時間コースか？ 1 時間喋るのか？っていうことになるのかなっていうことなんですけど、まあ、早速見ていきましょう。ということで、メンバーは多分この6人ということだと思います。で、カンタさんが、おそらくリーダーですよね。赤でリーダーなのかなっていうようなことだったと思われます。っていう感じです。すいません。うちもね、全動画をちゃんと見てるっていうのじゃ正直ないんでね。結構ね、出始めの頃はね、あ、出てきたんやっていうので、あっちの4つ目のね、紫のチャンネルの方のアカウントで、ちょろちょろと絡ませてもらっとったんですけど、あっちの構築がね、こっちの方がね、なかなかうまくできなくなっちゃってね、っていうとこがあったんでね。っていう中でいくと、ここは、更新頻度は週4本、が投稿していますと。火、木、土、日と投稿しているということですね。で、定期的にですね、毎日投稿期間を作ったりとかっていうような感じで結構精力的に活動してますよ、ということで、現在もね、ずっと。そのままね、結構2020年の12月とかずっと動画投稿始まって、ずっとね、継続的に活動されているというグループになります。詳しいデータについてはね、また後半でやるのかな。あ、そっか。データベースの解析もいるのか。長いな。ということなんですけどね。まあ、そういうような感じになっておりますということですね。で、動画の主な内容は、基本的には三重県のグルメ紹介と観光スポット紹介、これがメインになってます。そうですね。まあ、三重県 YouTuber と言ってるように、まあ、三重県のね、通が、地元なのかな。の地元の6人組っていう感じで集まっていてっていう感じみたいなんですけど、で、そこのところで、まあ、その通を中心に、三重県のいろんなところを紹介するよっていうので、実際ね、結構幅広く、本当に北はいなべから、南は尾鷲とか熊野とか行ってますよね。全然、だから南の端まで行ってますし、伊賀とかにも行ってるしっていう感じで、本当にあちこちあちこちに、行ってはるので、うちと違ってね、結構ちゃんと精力的に、三重県のあちこちに。これね、案外大変なんですよね。三重県って言うて、細長い国なんでね、なんですけど、それをここにちゃんとやってますよってことでございます。うちのところはね、それがね、あらかじめこれは大変だと。まあ、四日市が拠点でね、通よりもね、かなり北側にあるっていうのもあるんですけど、いざやろうとすると、かなりね、南部の方とかにまで取材行こうってなるとね、えらい、なかなかな、旅行になってしまいますんでね。っていうのもあって、まあ、うちのところもね、まあ、予算的には作ることもありますけどね、いうので、まあ、最初から北中西に絞ってやってたりするわけなんですけどね。まあ、通が拠点なんで、そこのところら辺は、まあ、一応うちのところと被りがありますよと。というか、まあ、4つ目的には一応、チャンネルの、ジャンル的には被ってるってことになるのかな。4つ目の方は、いわゆる、三重県北中西の情報紹介動画っていう、チャンネルっていうね、形にしとるんで、あれ、どこまで話したっけ？
三重県の、グルメとかそういうのを紹介しているところで、まあ、うちのところとちょっと、そのあたりもね、ちゃんと県ちょっと被りがあるということですけど、四つ目的にはね、まあ、スタスタいるのチャンネルとしては、あんまりその地域とか、まあね、ジャンルとかも何もとらわれずね、やるっていう形なんでね、そのあたりは、ちょっと、違いのところで、ちゃんと、一応こういう明確なやつがあります。で、あとは、内容としては、グループ、YouTuber 的なね、いわゆる企画動画、グループも、やってるよってことですけど、まあ、主にもう、今、三重県のグルメ紹介と観光スポット紹介、こっちが、もう、ほぼほぼメインで、8割方、こっちの方、言ったら動画ですけど、たまに、グループ、YouTuber 的な、なんか、1万円ミスドとかね、食べるとか、なんか、そういうような企画とか、なんか、いろいろやったりとかやってますよね。っていうところでございます。はい。で、一応、今後の目標と抱えている問題ということで、今ね、三重県観光大使に就任するっていうのをね、結成当初から目標っていうふうにドーンと掲げて、で、まあ学生時代から仲のいい6人組なのかな。で、ずっとやってるよということでございます。で、もう今はもう仕事もしながらやってるっていう感じらしいです。で、まあ一応明確な目標として挙げてるのは、三重県観光大使の就任っていうのを最終、目標に掲げていて、まあそれに向けて、まあ三重県を盛り上げるような動画をいろいろとね、地元から発信して、三重県を盛り上げたいよっていう、活動をされているというところでございますね。で、それに向けて、まあ今ちょっと問題になっているのが、活動資金の枯渇ということです。じゃあ、いろいろとずっと活動していて、まあ大体その動画で言ってたのが、月10万円ぐらい活動資金がいると。で、それを、まあ6人、で、まあそれぞれ出し合ってですね、まあ、で捻出をしてきたんだけど、まあそれがなかなかずっとね、ですから月2万円近くかな、大体みんな、出してやっていくっていうような感じだと思うんですけど、まあそれがかなり厳しく、なってきたよと、ずっとね、その2万円ずっと、出し続けるのもなかなか大変でということですね。で、それに合わせて、クラウドファンディングをやることにしますと、いうことでございました。で、もう実は、第一目標、いくつかね、段階目標設定みたいな、形でやっておって、まあ、最低目標が、30万だったっけなっていうような設定でやっていたんですけど、そこのところは達成しましたよということで、これはもう本当おめでとうございます。いや、実はすごいなと思います、本当に。そのあたりもね、ちょっと実際にクラウドファンディングのデータとか見ながらね、これ、後ろが、なんかガチャガチャっとさ。見ながらね、やっていきたいと思います。ってことは、あれ、1時間余裕で超えるな。まあ、長い動画になると思いますけど、まあ、気が向いたら、チャプターつけときます。っていう感じでね、やっていきたいと思います。まあ、という感じで、クラウドファンディングを始めてますよ、ということで。まあ、実際にじゃあ、ちょっとチャンネルの、そのあたりのデータ、データ先に見た方がいいかな。データ見て、もうちょっと具体的な、数字のところと、見ていきたいと思います。はい。ってことで、データベースの方に飛んできました。これで見やすい？もうちょっとでかくした方がいい？ 150 だとでかすか。あ、でもこれぐらいあった方がいいか。ってことでね。よし、戻った。ああ、今日はなんか手こずりますね。間でボツボツとなんかね、入りますね。まあ、ちょうど雪の日に撮ってるっていうのもあるのかな。あんま関係ないと思いますけどね。ということでね、ベース面の、基本データの方を見ていきましょう。ということですね。まあ、うちのところがよく、品質、検査、やるときに使ってるやつを、そのまんまベース名さんに当てはめてみました。まあ、久しぶりに使うやつなんで、実はちょっと仕様変更が、あるんですけど、多分、その前の動画をね、見てる人がどれくらいいるのかわからないですけど、まあ、一応ね、3再生入ってたんです。3再生入ってたんでね、一応3人見てる前提でね、一応仕様変更の話だけもう軽くしときますね。あんま本編の動画に関係ないです。関係あるところがどのあたりかというと、FD、このあたりかな。これ、うちのデータの2022年の6月と2013年の1月のデータを出しておりますけど、チャンネル名書いてあるね、ちょっと名前が変わってますけど、一緒のアカウントのやつですね。で、なんか、ここのところが古いやつより新しいやつの方が減ってるんですけど、これちょっと理由がありまして、見てもらうと57,000、57,000、これね、一番上の動画は変わってないんですけど、次の動画、12,000の動画が消えて、多分この7,029が伸びて7,395になってるっていうのがあったり、5,800のが伸びて6,000になってたりとかって、
ていうのはあるんですけど、実はこの一番店がごそっと抜けてるんで、それで数が減ってるように見えます。これどういうことかっていうと、YouTube の表示設定の、仕様が変わりまして、ショート動画が、完全にその動画の、再生回数順で並べたときに、今まではショート動画も一緒にその再生回数が多いやつの間に混じって、単純にそのショートも普通の動画も含めた、再生回数順が出せたんですけど、ライブ放送も含めたね、やつが出せたんですけど、実は、それがですね、ソートできなくなっちゃいまして、それもあってですね、あと古い、動画の合計動画とかもね、今までは一発でね、出す方法があったんですけど、誰も使ってないやろということで、まあ、うちみたいに動画の調査する人しか使わないところはあったんでね、一般のお客さんがね、そこのね、やつわざわざ使わんやろってことで、そのボタンが、標準でなくなっちゃったんですよね。カスタマイズして、チャンネル登録者が全部の動画を見れるようにする、設定するとか、そういうことはできるんですけど、何もしてないね、デフォルトの状態で、他の第三者がいてね、パパって見てね、全動画の動画本数とかをチェックするっていうのが、ちょっと難しくなったんですね。特にパソコンの方の仕様が。実はモバイルの方の仕様だと、ちょっとまた仕様の変更、誤差がありまして、今のところ、モバイルの方だと、作品数は、それなりに、ちゃんと見えるんですけど、ただね、こっちの動画の、人気動画の表示順っていうのは、ちょっとそっちの方も変わってるっていうので、合計の、ショーツが間に入っとったやつが、計算上で、ちょっと、見にくい。まあ、自分のところのやつはね、いや、ショートがあったよねとかってわかるんですけど、他のところのやつがすごくそこのところが、判別が難しくなってしまったんで、もう一般の動画、まあ、ショーツ、メインでやってる人はショーツの動画を、出すっていうような形で、やっていこうかなと思っております。ですので、今回のやつはショーツは含まずということなので、それまた1万2000円あったのが、これはショーツの三岐鉄道の動画ですね。だったんで、これがちょっと消えたんで、まあ、うちのところは総合的に数が減っているように見えてますと、いうことでございます。そんな尺味はどうでもいいんだ。ということで、ベースメンさんのチャンネルがどういう感じかっていうと、こんな感じです。データで言うと、登録者数は今3740ってなってますけど、これね、調べてたのが1月のなんだっけね、15日に調べたんですね。で、今10日ぐらい時間経ってるんですけど、実はもう3800人超えて、今3800何人やったっけな？3810人まで行ってますね。相当増えてますね、ということでございます。81万何千だから、もう、しれっと3万ぐらい再生数も増えてますね。実際、クラファンやってから増えてますね。かなりいい勢いで増えてます。いうのがあって、3740いますということですね。で、視聴回数は78万9千ということで。まあ、うちのところが339万で、まあ、登録者数が大体10倍ぐらい差をつけられとって、で、視聴回数は、何倍だ？ 4 倍？ん？ 3 分の1ぐらいかね、うちが。25、50、75やもんね。まあ、3分の1以下だよね、うちの方が。っていう感じでございます。視聴回数がね。まあ、これは想定の範囲内ですし、まあ、なんなら、言うなれば、うちのところが339人の登録者数で、あ、ちなみに、これ、今、うち342人になりました。ありがとうございます。なんか3人登録してくれて、ありがとうございます。っていうところなんですけど、調べたときは339人だったんでね。なんかね、これの、打ち出すと、なんか登録者が増えるんですよね。ありがとうございます。これから定期的にやろうかな、これ。っていうことなんですけどね。そんなことやったからって増えるわけねえだと減るわいっていうね、いうところなんですけど、視聴回数は、そういう感じになってますっていうことでございます。まあ、うちのところも20万再生超えてっていうところですけど、まあ、もうすぐ、100万再生も、まあ、見えてきてますよね。8万再生はもう行くでしょうから。っていう感じで、今ずっと結構再生数もちゃんと取れてるところですね。で、動画の投稿本数は395本、2年活動、ちょうど丸2年ぐらいかな、活動を始めて。で、395本なんで、2年で395本ってことは、2日に1
回ぐらいは上がってる計算ですよね。ですから、まあ、週3、週4投稿は、ずっとコンスタントにやってると、この数字になるんですけど、ですから、まあ、週4投稿っていうね、発言しておったのと、まあ、途中でちょっと上がるのもあったりとかっても、まあ、どうもそういうことですね。半分の、以上は、来てるよって、360、そうですね、365で、1年、2年で2日に1本ですから、そういうように、で、週4とか、そういう感じで、プラスアルファ上げてるっていう感じで、実はこれ数字は多い方なんですよね。動画投稿本数に関しては、うちはちょっと異常に多いチャンネルなんで、3年ちょっとで1300は多い方でしょう。今4年目に入ったんだよね。そうだ。ありがたいことに、2019年の1月25、こ、あの、こ、こ、そう、この時期ぐらいに、実は、と、始めたんで、今から、ですから、19、20、21、22、23、5年目突入ということでございますね。YouTube のチャンネルとしては、ということでございますね。なるほど。っていうところなんですけど、まあ、5年で1300は多分多い方でしょう。あと、これ、実は、1月の中旬調べたんですけど、最近1400本乗りましたね。1日12本投稿がだいぶ効きましたね。はい。ってことは1400超えました。まあ、このペースやったら、2000本見えてきたな。おかしいな。1年で700本くらい開ける計算やけど、まあ、1日2本開けたら700本開けれますからね。意外といけんことないんじゃないかなっていうことなんですけど。っていう開き方をしてるのに、うちはちょっと特殊です。1日12本投稿したりとか、一番ひどいなんだっけ、ニコ動でやったら1日185本投稿ね、とかっていうような、もうむちゃくちゃな数で、この数ってくところなんで、まあ、とにかく手数がね、なんせね、動画のストックまだあって100本分くらい残ってますからね。100本はまあ、バカバカバカって売ってますからね。すごいな、バカみたい。まあなね、あれですし、こんな感じでどん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 ね、動画を増えてきますからね。まあ何してね、ずーっと喋ってられますからね、話してる内容の質をね、問われるとあれですけど、量だけはね、山量だけね、もうどこ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 、パンチだけはね、ずーっとね、8時間連続でね、打ち続けてますからね、任しとけっていう感じなんですけどね。まあそういう感じでやってるから、逆に言うと、質が追いついてないんでね、登録者数の獲得には繋がってないやないかって言われたら、もうそこまで、それまでなんですけどね、っていうことでございます。ですね、FPM の数値は高い。9.46ありますからね。じゃあ、ちなみに知らない人の、あれで言っとくと、ムービーか、ファンパムービーと、いわゆる、動画対、登録者数比ですね。ですが、一つの動画でどれぐらいの計算を膨らんできているかっていうところで、まあ、ですから、ベースメイさんの場合は、1本の動画に対して3万、いや、395本の動画に対して3700人いるんで、1本の動画に対して、ついてきてくれている人が9.46人いますよっていうことでございますね。だから、1本上げると9人以上の、動画の、まあ、期待できると言ったら変ですけど、いうような感じですね。それぐらい、ちゃんと、ファンの期待に応えている動画が出してるよ、ということでございますね。で、それに対して、うちのところは0.24。低っ！低っ！数値悪くなってますからね。ああ、すっげえな。0.24か。ですから、1本の動画に対して一人もついてこないですよ、どこどこ。0.2。だから4本動画を上げて、もう一人増えないんですね。ひどい数字だ、ということでございます。まあ、こういうようなところからもちゃんとしたね、質の、クオリティの高い動画を出してるとか、こういうあたりとかも見えますね。あとは、ウォッチングアベレージ、いわゆる動画の平均視聴回数では、全動画の平均視聴回数、公開されてる動画でね。で、見てみると、うちのところが170減ってるなぁ。平均視聴率減ってるなぁっていうところなんですけど、ギャグも思いません。ほぼほぼの動画に3再生とか4再生やのに、一応171取れるっていうね。このね、図太さね。自分で言うのもなんだけどね。このあたりでちゃんと図太くやってます。まあ、これはもう数を売ってるっていうのが効いてますけどね。っていうのがあります。171に対して、ベースメンさんは1998、これちゃんと1本平均は2000近くを出すっていうんで、これ実は、いわゆる地域系って言ってやっておってっていうところで、だと、実は非常に数値としては、実はいい方なんですよね。だと思います。世の中100再生とか全然取れない人も結構いるらしいんで、
で、行くとね、うちの100、だからこれでポイントがついてるってことはね、一応頑張ってるよっていうことなんですよ。で、これ、3ポイントとか、色によってね、分けたんですよ。こんな感じでね、トップ YouTuber になると、この平均200万再生とかね、要は東海オンエアさんとかそういうところになってきますよ。いうような感じで、取れるような感じになっとったりとかっていうのはありますけど、っていうのがあるんで、ですから、ここでちゃんとポイント取れてるっていうことは、ちゃんとやってるよっていうこと。1は参加しようぐらいかな。参加してみるってのは、これまで100登録者100人とかね、視聴者数1万人とかね、欲しいよねっていう、ところだったりするんですけど、いわゆる、レベルって言ったらいいですかね。で、いうこと結構ちゃんと高い数字をちゃんと出してますよね。で、人気動画。これは、人気動画のベスト5の数字ですね。を見てみると、こんな感じで、5万7千、うちが5万7千。実は、一番伸びてる動画はうちの方だが、頑張った。一矢報いた。一矢報いた。だから、ここの数字は案外、9のね、そのショート入れた数字だったらあればですけど、実はベースメンさんよりも多いって。逆に言うと、ベースメンさん本当に安定して数字だから取ってるってことですよね。っていうのが、見えてきますよね。こんなあたりとかも。実はうちは一撃5万7千があるんで、あれですけど、1万切っちゃいますんでね。あれですけど、一応、そこが4300ってことで、一応そこ上げはしてるんですよ、これでも。意外かもしれませんけど、だからこれのやつが上がってるって考えると、3800の動画が4500になってるんで、これあたりは700再生とか入ってる。多分これ、あいつですね。ジョイサウンドのボタンの動画ですね。あれね、やっぱね、反響ありましてですね、いいんですよね、っていうことなんですけど、で、いう感じでずっと見ていくと、3万とかそういう感じであります。また、どのやつが人気動画なのかっていうのは、ちょっと後でちらっと見ていこうと思います。っていう感じなので、結構アベレージを取っていくタイプなのかなってのが見えますね。うちって意外と、アベレージを取っているようで、ちゃん、あの、数打ってたまに当たるのがこうやって4000再生とかあるんで、いってるよっていう感じでございますね。っていうのも見えてくる。で、ニアバイアベレージは実は結構高い。直近ですね。ですから、うちのところが、これ、なんだったっけ、動画、投稿開始から1週間だった。1週間はね、見る人のサイクルがありますね。視聴者数のサイクルが、1週間はね、かかるよねっていうので、1週間以上動画投稿が経過した動画の、直近の、10本だったっけな、数値なんですけど、これのアベレージが、うちは、4、19、26。19、56、13、53、53なんかで取ってんな、17、26、26っていう、33たる数字なんで平均27。やばい、27したんですよ。平均27再生。あ、でも意外とあったな。10再生これ切ってるかなと思って、そう、前は15でしたからね。もうこれも切ってきて、もうずいぶん10ぐらいになってるかなと思って、意外となんやかんや、毎週27人ぐらいの人が見てくれてるんですね。ありがたい。ございますね。ですけど、ビーズメンさんの方は、ちゃんと1486ってことで、この数値がいいんですよね。2601から1051、1120、1670、1120、1671っていうのは多分これちょっと伸びてるのが、動画ですね。クラバー始めますっていう動画ですね。それを見て、調べるのに付き始めてたんで。っていうところだと思います。そこから実は、だから今多分もうちょっとアベレージサイズがこれやってて、2000超えてるんじゃないかな、今。非常に、そのあたりで話題になって、コメントとかも入って、結構入るようになって、今までちょっと再生数が伸びてきてるな、っていうところがあります。1486。ですね、トータルポイントで見てみると、こんな感じで、うちよりもね、格上のチャンネルだっていうのがわかりますね。ポイントで言うと、うちが11ポイントで変わらずですけどね、15ポイントを取れるっていうことなので、E ランクっていうふうになります。ちなみに、ここに書いてありますね。55ポイント取ると S ランクとかって言って、ダーってあって。いわゆる、どこら辺までが底辺、多分この F 以下のところが、いわゆる最低辺層って呼ばれる、ところら辺になってくるのかなっていうところなんですけど、E ランクなんでね、最低辺層ではないですよ。ちゃんと、それなりにちゃんとファンを持っていてっていうのがわかる。っていうのがこういうところに見えてくるわけでございますね。なるほどな、ということでございます。で、ちなみに満点70なんですね。時点から言ってくると、
このあたりが、の数値とかはね、それぞれの、1番目の数字を足したやつと2番目足したやつというのを、ランク付けのやつのね、標準的に使って、ガシャ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 って山田計算した結果こうなりましたっていうね、結構センスタイムのところなんでね、数値的にそれ、エビデンスどうなのって言われたりするとちょっと、痛いところなんですけど、私の独断と偏見で勝手に作ってるやつなんで、そのあたりは、ご了承ください。ということでございます。まあ、数値で見るとこういう感じだよっていうのが見えてくるわけでございますね。とにもかくにも。まあ、数値はそんなに悪くないように見えますよね。で、人気動画とかどういうのがあるのかなっていうと、よいしょ。こんな感じ。今はもう3800まで行ってるし、81万まで行ってますもんね。動画も。で、人気の動画何かっていうと、直近だとですから、もうね、こうやって3500とか言っとって、1700とかバーと言ってるんで、まあ伸びてますよね。まあこんな感じで、かなり、三重県の、まあ伊勢通とか、まあ通がメインではあるけど、ちゃんと桑名とかも行っとるし、これも通、で、多気町ね、こっちの方がなかなか行けもんね。で、ちゃんと、この辺りとかもね、ちゃんと、許可取りしてね、取りに行ってっていうふうにやってはるんで、これはなかなか大変だよ、うちが言うて、ね、紹介チャンネルって作ってるけど、なかなか運用ができてないよって、まあ、仕事しながらね、アポ取りして、そこでね、許可もらって、撮影行ってとかっていうのがね、非常にね、なかなか大変でね、これね、一人だとね、ほんと大変。二人は、欲しいのよ。っていうのはあるんですけど。逆にこれ、言ってもね、今、動画の撮影ってなかなかね、撮影許可も下りないし、まあ、うちみたいな不審者なんでね、っていうのもあるかもしれませんけど、撮影許可もなかなか下りないし、いざ食べに行ったって言っても、もう今、黙食で、店内で動画撮りながらね、喋ったりとかっていう、まあ、そういうのがね、一つ動画をね、見てるときはあれなんですけど、うちなんだとね、なかなかそんなにできないですよね。まあ、だから、東海さんとかああいうところね、あと、これは、翔さんね、たこ焼き翔さんとかは、すげえ、毎回、お店に行ってああやってますけど、まあまあ、ね、知名度もあるし、ね、もう、お店の人がファンですっていうケースも多いし、まあ、東海さんの場合は基本、岡崎でやってるんで、もう、ね、庭ですから、本当にもう、すべてが庭っていう感じでございますから。なんかもう本当不幸分けのける花大さんみたいなね。もう花大さんがね、カメラ持ってフラッと入ったら、もうどこでもウェルカムで生きるっていうね、いうのがあったりしますけど、そういうような感じで、もう岡崎ではね、それでやって、でも紹介してもらったら、まあ何したら200万差しとか、ポンって取っていくわけですからね。全然、貢献度が、レベチですからね。っていうようなところでね。行くと、そういうところでそういうのをやってとかって。まあ、あとは結構、まあ、気質もあるのか、に変わってね、そういうのね、新しいもんね。結構、愛知県って保守的なイメージだと思いますけど、三河はね、比較的、新しいもん、ガンガンやってく傾向はあるんですよね。だから、トヨタも三河でしょ？トヨタも三河やし。っていうところなんですよね。意外というのがあったりとかする中でいくと、っていうところもありますけど、そのあたりもね、ちょっとね、実はね、本、あの、このベース面のこ、この活動をね、考えていたときにね、ちょっとね、重要になってくるところなんで、そのあたりはまた、後半戦でね、じっくりと小1時間ぐらい語ろうと思ってますけど。ああ、っていうことになるんですけど、まあ、こんな感じで名物とかいろいろとやってます。人気の動画っていうのはどんな感じかっていうと、来々でね、店主で食べるのが変わります。やっぱこういうようなね、企画系を交えてとか、やっぱ伸びやすいのかなっていうのはありますよね。背脂ラーメン1万円とかね。1万円を食い企画はね、やっぱし、手番で定番ですからね。で、特にグループ系でやるならね、っていうところで。で、あとは、デカ盛りの店が伸びてんだな。伊賀のところね。で、あとは、ビソンに行った動画とかが出てますってことですよ。ビソンもね、行けてないんだよね。で、うまい唐揚げとかね、こういうのがずらーっとありますっていう感じですね。まあ、料理食べながら、料理紹介とかお店紹介とかも兼ねながら、やっぱ企画も、入るとちょっと強いっていう感じなのかなっていうところですね。基本的には料理紹介、お店紹介。まあ、観光紹介か、この辺り観光紹介とかあるね。あと、寿司ママさんね、とかね。寿司ママさんうちの動画でもちらっと話はしましたけど、ちょっと、ちゃんとした取材できてないんであれなんですけど。まあ、基本的にね、そう、それがね、大変なの。そこら辺のところがね、まあ、うちもね、やってるんでね、わかりますけどね。正直、想定していた以上に、
取材許可は全然下りないし。いや、まあ、当初のちょっとね、予定とね、狂ったところあるんです。あれ、本当は、今4つ目でやってることとかを3年、あ、4、5年前か。スタート当初に、スタートダッシュでいろいろと撮りてえなっていう放送があったんですよ。で、当時、商店連合会さん、四日市の商店連合会さんとか、商工会議所さんとか、実は出入りしてたんですよね、私。仕事で出入りをしておったんで、そのお金ないとかね、そういったツテを使ってね、ちょっと、なんかありませんか？紹介できるところかありませんか？っていうね、声掛けとかしてね、そういうところからね、ババババっとね、まあ、連合会とかそういうところ、やっぱ強いじゃないですか。そういう、なしでそこに商店さんとかいろいろ入ってるんでっていうので、まあ、ってやろうかなと思ってたんですけど、諸事情あってね、そっちの舵切りが、ちょっと大人の事情で、まあ、簡単に言うと、まあ、業務中にそういうことをやるのが、やっぱ業務規定に違反になっちゃうんですよね。とかっていうのがあって、そこで声かけができないって言って、やってる間に、本当は有給消化の間にどこを残るのっていう話があったんですけど、まあちょっといろいろとあってね、有給消化がうまいこといかんくて、なんかほぼほぼ、別のね、準備とか、ちょっと、他事がね、その時にちょうど重なってね、いろいろとドカドカッとトラブルが起こったんで、その対応に追われてしまっとってね、そういった準備ができんまんま、今の平日仕事のね、社会人になってみたら、そういうところで声掛けに行く時間がなくなっちゃいましてね。で、さあ、有給取得をして、したらね、そのあたりとかうまいこと使ってと思ったら、そもそもちょっとそのあたりとかうまいことできねえな、わーわーわーと思ってたら、コロナがドーンと来ちゃってね、もうどこの飲食店ももうそんな紹介なんて、意外とね、アラートなんとかああいうのやってたんでね、いや、お店紹介で救われたいとかそういうのあるじゃないかって思われるじゃないですか。意外と逆で、ほとんどのところは、特に地方っていうのはあるかもしれませんけど、いやいや、もうそれで既存のお客さんのコロナのリスク増やされて、それで既存のお客さん払えられたら困るんでっていうね、こととか結構あって、だからその取材とかもあれやし、食べてる様子とかそういうのを拡散されるのも、あんま、よろしくないですわって、ね、店内でマスクして、その食べたって美味しいですねとかっていう、今そういうのも、いやもう、それだと黙食に触れるんでダメですわとかっていう感じでめちゃくちゃね、ナーバスに、まあ、特に2019年、20年はすっげえな、あ、2020年、2021年はめちゃくちゃナーバスになっとったんで、まあそこのところで、ポッサーンと破綻した、ところで、まあ、うちのところでどっちかっていうと、ね、いろんなところに行って、まあ、外の風景とか映したりとか、まあ、そっちの方が、まあ、個人的な、好きやし、そっちの方は、ね、自分の編集ポンポンポンとやって、計画だってできるんでね。うちのところも、その、お店紹介とかやってますけど、やっぱし、結局、許可取りもあれですし、撮影して、で、撮影したやつを編集して、それを確認の部位をね、データを送って、了承をもらえたら、それで使えるように再編集してっていうふうになるんで、5倍ぐらい、正直言うと、普段上げてるメイン動画の動画、うちのところで上げてるね、動画の、だいたい7倍から8倍ぐらい労力がかかります。単純計算でね、いくと、時間とか労力で言うと、それぐらいかかっちゃうんで、実はすごく大変なんですよ、この手のやつ取るのってね。まあ、そのあたりチーム分担でやってるのか、リーダーさんがこうやってるのか、ちょっとわからないんですけど、っていうのもあるんですよ。だからすごいなと思って向いてます。そのあたりとかね、っていうところとかが、よいしょ、あったりしますよ、と。いうところなんですけど、よいしょ。まあ、こんな感じ、人気のところはありますと、いうところですね。で、実際にその、キャンプファイヤーっていうところで、このクラウドファンディングやってるんですよね。ちなみに、クラウドファンディングは、っていうのは何なのかっていうと、まあ、いわゆる、まあ、ネット上の募金というか、まあ、投資よりは募金性が強いのか。まあ、正直、その、クラウドファンディングの中でも投資性の強いクラウドファンディングと募金性の強いクラウドファンディングというか、もう完全に募金みたいなやつもあるんですけど、まあ、そこで行くと、まあ、いわゆる、リターンもありますけど、どっちかというと募金性が強い、要は活動支援のための資金、調達が、メインですよっていうところなんで、まあ、いうところでやってますよっていうところですね。で、ベスメさんのやつをちゃんと見ていきましょう。で、ということで、実は今の段階37万円、これ、ちょっとこれ書いてみようか。37万4500円ということで。実は目標が最初、当初目標が30万だったんで、これは超えてきとって。で、支援者が48人ということで、これね、皆さんだったらどう見ますかっていうところなんですけど、登録者が3800人ぐらいいますよ。で、支援者数が48人。これって、
多いと思うか少なくと思うかっていうところなんですよね。私は多いなっていう印象でした。大体こういうやつを見るときに、私がマーケティングしたときに得たデータだとね、これ実際にはお金持ってるところだと違うのか、ちょっと持ってるその、いわゆる接客業やってたときの、そのマーケティングでいろいろとデータとか調べてやってた時のやつとかをもとにいろいろと参考にして出してるんですけど、大体、登録者数ってあまり当てにならなくて、どっちかというと直近の再生回数とかそっちの方のが、有効になってくるんですけど、で、行くと、直近の再生回数だと、さっき言ってましたね。パッと見て、ベースメンさんが直近の平均が1400って言ってるじゃないですか。で、うちの、だいたい、指標にしてるのが、これの、2%取れたら上等っていう、言い方なんですよ。ですから2%やと、14で1%やろ。14の掛け2ですから、28人ぐらい来たら、いや、相当儲けもんだよね。儲けもんって言い方あんまよろしくないね。クラウドファンディングやと。いや、本当に来てくれたら、そんだけ来たら多いねっていうところだと思ってたんですよ。で、蓋開けてみたら、お風呂沸かしとったら疲れてきましたね。いっぱいになっちゃった。違う、そんなことじゃなくて、なんだったっけ、一般的にはだから、直近のその平均再生の、まあ、2%あったら、無料登録は別です。無料登録だと10%から20%、10倍に増えるんですよ。で、その、お金を払うよっていうような、条件がつくと、その10分の1になるっていうぐらいの、資産になってですね。で、それぐらいだったら、まあ、普通ぐらいよっていうところで、それよりも、少ないと、あ、これちょっと相当マーケティングとして失敗したかな。なんか相当、家事入れをちゃんとお金をもらうってなった場合はね、しないといけないなっていうような、事業性とか見た時にはなるんですよ。そこで行くと、実は48人っていうのは、その理論で行くとその倍ですか、相当多いなっていう印象でした。私のね、まあ、いわゆる、トラルカヌキの川山業でやってたやつなんで、まあ、あまり当てにならんと思いますし、もっとちゃんとしたね、そのプロってわけじゃないんで、うちがね、マーケティングのプロっていうわけではないので、一応いろんな、数字管理を一応やってはいたんですけど、まあ、数字弱い人間だったんでね、売上どんなもんもドーンといきます。経営会議でこれでしたから、ね、戦場会議とかね。で、売上どんな感じで、あ、もうね、ここでね、ガーンといくけど、多分ね、この辺りでバーンときますから、もうガッツンといきますわーって。本当に、こんな感じだったんでね、幸い、それでね、数字が、昨代120とか取れてたんでね、特に何も言われなかったんですけど、あれ来るのかなと思っとった。ああ、よかった、夜の10時からよかった、昨代150になったわ、よかった、というね、いうこととかやってましたけどね、めちゃくちゃどんぶり勘定、ちゃんと会計をしてましたよ。そのあたりの何、まあ、目標の算定がね、本当に細かい人だと2時間ごとにどういう売上推移になるか予測してて、やってっていうような人もいたんですけどね。っていうか、直属の人は本当はそういう人だったんですけどね。なんかもう、数学もオール1だったんで、もう全然わかんねえっすって言って、ああ、まあ、でも数字開きますわーって、幸い数字がね、当たっとったんでね、それでまあ結果往来で、なんとかなってたっていうのがあったりしますけど、そんなことはね、置いといて、まあ、っていうふうに、まあ一応うちはざっとの見方だとそんな感じかなっていう感じです。本当に細かい人が見るともっとちゃんとデータを見てやるんでしょうけど、まあざっと見えるね、データでパパッパって判断するとそういう感じなんで、相当この数字はいいんじゃないかなという判断でした。で、
ここにもどういうふうな野党やりたいかと書いてあります。まあ、ここで読むのがね、一番わかりやすいですね。今後の目標とかね。大好きな地元、三重県を YouTube で発信している三重県 YouTuber ベースメンということで、2020年から2年間動画を投稿し続けてきましたが、資金的に継続することが困難な状況になってしまいました。この活動をもっともっと長く続けたい。たくさんの人に三重県のいいところを届けたい。ぜひご協力お願いしますということで。三重県 YouTuber です。で、ちなみに、このクラファンに合わせて、イラストとか全部書き下ろしでやったらしいですね。ということですね。で、その、結構そういうところをちゃんと力入れてやってるんだね、というところです。で、皆さんこんにちは。三重県を盛り上げていくために YouTube をメインとした活動している、ベースメンと申します。三重県の飲食店を中心に、観光スポットが三重について発信していますということで、まあ、実際本当にあんな感じで結構南部から北部から本当に三重県全域を、ね、カバーしてるのすごいなというところですね。で、保育園からの同級生なんですね。で、大好きな地元三重県を題材に発信をしていますと。三重県ずっと山奥で育った僕たちは三重県が大好きですと。そんな僕たちが故郷、三重県のために何か力になりたいと思って始めたのが YouTube でしたと。チャンネル開設当初は田舎を生かして、竹やぶでね、基地作りをし、あ、そう、それがベースメンの名前の由来らしいですよね。そう。で、現在は三重県のグルメや観光スポット中心に発信していますということですね。で、今回は僕たちの活動を少しでも応援していただければと思い、クラウドファンディングに挑戦しましたね。ぜひ最後までご覧くださいということで、プロジェクトで実現していくことというのは、これからもベースメンの活動を続けていき、地元三重県をさらに盛り上げていきたいというのが、まあ、目標ですよということですね。で、ベースメンの活動を始めて2年が過ぎ、三重県を題材に300本の動画を投稿してきましたと。まあ、これ、多いですからね。うちのね、チャンネルで慣れてる人はね、1日2本も投稿してないやないのね。1日10本投稿とかもうやってないやないのってね、思われるかもしれませんけど、いや、もう人いないか。うちは異常ですからね。本当に、自分で言うのもなんですけど、よう上げるなと思いながら上げてますからね。まあ、本当はもうちょっと質を上げろよってね、いう意見もあるんですけどね、うちのところもね、テロップ入れたりとかね。まあ、正直ね、テロップを入れない関しては。まあ、それはちょっと別の動画でやります。これだけ小1時間余裕で話せますんで。いや、3時間話せとれたら話せますね。ということなんでね。まず、あるんですけど、まあ、300本、実はこれ、ちゃんと多いよっていうのはね、しっかり頭に入れておきましょう。で、現在は週4本の動画を投稿し、2022年の8月と10月は毎日投稿にも挑戦します。ちゃんと言いましたよね。いうような毎日投稿挑戦とかもやってますよ、ということなんで。まあ、それで300本もいってるよってことですね。飲食店さんや観光スポットをたくさん紹介してきましたってことで、いろいろとね、本当に、行ってきてもらう。これ、どこだ？これ、まさかの、買い替えさん。とかね、熊野の鬼ヶ城ですね。うちの動画はあれか、ここの裏側のところで10年前に撮った動画をちらっとアーカイブで出してあるぐらいですよね。ちゃんと、行ったことあるんですけど、動画にちゃんと残ってないね。あとこれ、紀北町のね、象のせいですね。とかね、いろいろと行ってきて、まあ、観光のやつとか、まあ、お店紹介の方なんか量としては多いかなっていうところですかね。で、次の目標を実現させたいですということで、活動資金の不足ということですね。現在活動費が月10万円、年間120万円かかっていますと。メンバーみんなで出し合って活動していますと。現在2年間この活動を続けてきましたが、このままで限界が来てやめざるを得なくなっているため、皆様の力を貸してください。さらには活動をもっと大きくしていき、現在はグルメと観光スポットの紹介をメインとしていますが、自然化したキャンプ動画など幅を広げていきたいと思います。ということで、まあ、もうちょっと活動領域をね、展開していきたいよっていうのもありますよっていうのもありますが、まあ、基本的にはその今の現状の活動維持をするために、まずは集めて、さらに、多く集まったら、さらに、強いね、客に活かしていきたいということで、まあ、資金調達をしていきますよということでございますね。で、このあたりね、結構、動画のコメントとかで、ベースメンさんの、でもいろいろとちょっと、指摘が入っておったりしてましたけど、そのあたりちょっと思うところとかも、ちょっと、一応ちらっと言っとこうかなというところですね。特にこの活動費10万円、年間120万円かかるっていうのが、やっぱし結構かかりすぎじゃないのっていう意見は多かったですよね。で、ちょっと、さすがにコメントのあれをざーっと出すのあれなんで、
ちらっとコメントそのまま読むと、編集大変ですね、とか、まあ、このあたりやっぱ、自分で動画編集したことある人だとね、ここの編集は大変だな、っていうのがね、分かってしまった。許可が取れたら、じゃあ、ベースメンさんの動画一本視聴しながら、こういうところが大変なのよっていう解説する動画でも作ってみたりところですけど。許可おろさん方がいいよ。うち的にはそれ取りたいですけど、あんまベースメンさんにとって、役に立つのかって言ったら、絶対マイナスプロモーションになること受け合いですからね。やめておいた方がいいね。っていうことなんですけど。どのあたりだったかな？まあ、バーッと入っておって、出てるのは、まあ、まず活動費が、月10万円っていうのが、かかりすぎじゃないのかっていうのと、投稿頻度を、落とすとか、もうちょっとコストカットする方向では動けないのっていう意見が結構出てましたよね。で、これはね、実際にうちが、ベースメイさんに会ってね、話を聞けるんだったらね、そのあたり、判断、きっかりとした判断できるんですけど、うちも言うて、面識があるわけじゃないですからね。そうそう。だから、前にね、昔に紹介させてもらった寺尾さんとかね、今もうすぐ1000人超えてね、もうすぐ収益化向きそうなね、勢いの、鉄道系のチャンネルの寺尾さんってありますけど、一緒に、ね、コラボさせてもらった。その時、寺尾さんは、その時一緒に会って話して、まあ、カメラの回ってないとこでもね、どういう感じなんていうの、いわゆるオフレコのところとかもね、ガーッと話詰めとったんで、まあ、ああ、それならいいんちゃうみたいな感じでね、いろいろと、できとるんで、まあ、もちろん、言えないことも多いんでね、そこら辺は、もちろん出せないですけど、あ、それだったらいいよねっていうようなところとかで、まあ戦略的にもな、そういう感じで、まあここの戦略とかそうしたら、いいじゃんっていうね。まあダークスから実際、うちのもう、コラボした時うちの方が登録者多かったんですからね。そうそう。ね。絶対これやると思っとったんで、もう登録者が多いうちに声かけて、今のうちに、わしが育てたって言おうと思ったんですけど、まあね、まあ、完全によっちゃんさんが育ててるんですよね、あそこの場合は。っていう感じでございますね。まあ逆に言うと、そこのところのね、つなぎ役になったのかな。いや、うちが別に、バーターで紹介してるわけでもないで、私も初めましてだったので、ね、あれなんで、初めましててね、たまたまね、そういうようなタイミングで、うまいこと言っていうな、そういうね、持ってますからね、周りの人を、有名にさせるとか、そういうのは任せてください。任せてください。自分有名じゃないけど、だから全然箔もつかないですけど、まあ、そのあたり結構ね、何のあれでもないですけど、自信がありますからね、ということで。で、いうところでいくと、よく、まあ、上がってるのは、まあ、活動頻度を下げた方がいいんじゃないのっていうのと、あとはその活動費がかかりすぎやないのっていう意見があって、今言ってたよね、そのがあって、活動頻度に関しては、このあたりに関しては、いわゆる減らすっていうと、どういうふうにして減らすのか、まあ、週2本投稿にするのかとかっていうところ、だと思うんですよね。皆さんが。多分、これはチャンネルを実際に運営してる人だと、気づきにくいところ、逆に運営してないと、人からすると見えてこないところっていうのはいろいろとあると思うんです。で、よくあるのが、その10万円も何に使ってるのっていうのが結構出てますよね。で、予測ね。だからこれ知ってたら聞けるんで、何？ここのところってどうなってるのっていうところが、まあ、さて、いや、ここで使ってるのってわかるところがあります。まず移動費です。移動費はかなりかかってます。ね、ここに関しては。車で移動がメインだと思うの。まあ、三重県で、結構地方の方とかもいろいろと通ってるんで、車で移動ってなると思うんですけど、言うてそんな系の移動してるんで、それだけでも単純にかかりますし、あとはね、お店で、食べた食事代とかは、全部、そこの、ベース面のプール金から、出すっていう形を取ってるみたいなんですよ。そのあたりも
じゃあ、軸を整理してどういうふうにやってるかってのは、このあたりちょっと後半の総括のところでもちょっとまた話そうと思うんですけど、そのあたりもちょっとね、ちゃんと分かってないんで、私もはっきりとしたことは言えないんですけど、まあ、普通に活動するのに最低限必要だよねって、パッと分かるのはその移動費ですね。移動費が、ここの活動内容だと、まあ、多分週1、週2集まって、取ってるっていう、スタンスだと思うんですね。で、そこのところで、まあ、行ける人が、行ってっていう感じでやってますよね。お店紹介の場合は、まあ、6人全員揃うっていうよりは、まあ、3人ぐらいで、時間があった人で行ってとか、まあ、もしかしたらスケジューリングして3、3で分かれていったりとかっていうのもやってるのかな。そのあたりはちょっと、まあ、でも6人いたらそういうようなこともできますからね。まあ、どういうような感じでやってるのか、ちょっとそのあたりは、そこまで明確には分からないですけど、まあ、行って取ってとかっていうのって、あんだけお店を回ってるってことは、それなりに移動費がかかっておって、多分、取り方としては、テレビの街ロケとかで、食レポとかやるときっていうのは、いや、プランニング組んで、こっからこうやって、通から回って、はい、じゃあ、こっからここまで、1店舗目ここ行って、ここ、2軒目ここ行って、3軒目ここ行って、4軒目ここ行って、1日で4軒のお店の取材をして、それぞれの1本の動画にしていきましょう、みたいなことから、テレビだったらその1本の動画とか、それで1つの旅ロケみたいな感じでね、やったりとかって、するわけなんですけど、有名なところだと、なんだ、おにぎり温めますか、有名だよな、ね、大泉洋さんがやってますからね、ローカル番組ですけど、やってるやつなんで、まあそういうような感じで、まあその場合は1日5食、6食とか7食とかね、爆食いするんですごいですけどね、っていうようなところはありますけど、多分、こちらの場合は、1回の取材が入ったら取材が入って、1回行って、で、撮影して、戻ってきてっていうような感じだと思うんですよ。一点店舗とかだと思うんですよね。この、動画の投稿の感じから行くとね。っていうか、まあ、普通だとそれぐらいしか行けんすよ。っていうことなんですよ。で、いうようなところで行くと、頻度を下げると、まあ、でもね、YouTube は頻度下げるのはね、まあ、一番下げたかってない人間なんだよね、私なんか。頻度下げるぐらいだったらもう、ね、BGM もテロップも何もない、効果も何もないやつも、どけどけ上げてねって言ってあげる人なんで。どちらかというと、私は極端に、投稿頻度を下げて、クオリティを上げるって。まあ、ただ世界的な流れはあるんですよ。そういうのは。まあ、週1本投稿で、週1本から2週間に1本投稿で、それで、バンとね、数字を取りに行くよっていうやり方。まあ、特に海外だと毎日投稿してる人ってのはどんどん減っていって、そういう感じで強い企画を打ち続けるっていうような、要は相当パワーが言いません、ね。強い企画を打つぞってなったら、世界で強い企画を打つぞってなったら、相当それとのパンチが強くないといけないんで、いうような感じでやってはる方とかもいますよね。っていうところとかがあったりする。中で、日本の場合は、まあ、基本的に毎日投稿、ね、伸ばしたかったら毎日投稿しろやっていうような、風潮がまあずっとあったわけですよ。で、特に、毎日投稿してないと結局習慣化がされなくて、リピートで見てくれる人が減ってしまう。それこそ東海オンエアさんも、一週間紙休みって言って動画投稿をしやんかったら、もう次の週から再生数がガタ落ちで、200万再生アベレージの数字に持っていくのに、約その11月の残りの3週間、まるっと使ったっていうね、いうような逸話もあったりします。それぐらい、落ちるの早いって言われる業界ではあるんですよ。まあだから、逆に、もう、落ちるところのない人間とか、こいつね、こいつ、4再生から0再生になって、4再生のことしかありませんからね、っていうことなんですけど、そういうような、ところで、まあ、さっきも見たように、ちょっとアベレージが取れてるっていうところだと、まあ、更新頻度は下げにくい。まあ、下げるってなると、今度、消化するお店が、の絶対数が減っちゃいますからね。そういうのもね、その紹介系のところで行くと、やっぱ定期的にある程度しっかりとした量を、出すっていうのは、ニーズに応えるっていう意味では結構重要になってくるっていうのはあるんですよ。っていうのがあるんで、そこのところを減らすってなかなか難しいのかなっていうところなんですね。で、もう一つ、ここ、
ここに出せるところが長かったね。重要な、ところがあって、かかる費用っていうので、多分、まあ、固定費でカメラとかは、まあ、そのまま使えるじゃないですか。ですから、そんな一回買ってしまったあれなんですけど、ゆうべ、すみさんどこなんだ、うちよりもいいカメラ使ってると思う。多分、18万円から9万円クラスの、ソニーの 4K 対応のやつとか使ってるんじゃないかな。パナソニックかもしれんけど、多分ソニーかな。カメラが映ってるところってなかなかないんです。カメラって判断するの難しいんですけど、まあトップ YouTuber さんだと30万とかのカメラ使ってる人結構いますよね。1台30万のカメラとかっていうのが、多いし、一応個人で買えるやつだと100万ぐらいが入れんのかな。もうちょっとこういう感じになる。しょこたんのチームとか使ってましたね。中川翔子さんの。チャンネルとかはそれとかって言って、あれですよね。それで、エガちゃんとコラボしたときに、エガちゃんが、おいおいおい、完全にカメラで負けてるじゃねえか、みたいなことでね、ぼやいてましたけど、エガちゃんのところは実は結構ハンディカムとか、DJI ポケットとか、あのあたりとか結構駆使してやってますからね。案外、あのあたりは、なんていうか、攻防、筆を選ばずっていうのを、エガちゃんにも感じるし、あそこのスタッフ陣に感じますよね。まあでも、言うて20万ぐらいのやつは使ってるし、エカちゃんのところは、音が本当にちゃんとこだわってるんで、カメラと別でちゃんと、音声別撮りでやってますもんね。そのあたりとかはちゃんと、音声撮りとかやってるんで、そっちの方にかけるっていうのがプロだね。そこがプロだなっていうのを感じます。だからすっげえ音がやっぱ安定しますもんね。何気ないところですけど、そういうところはやっぱテレビ版の力が出るわけですよ。いや、まあ、そこまでのやつとか求めなくて、ほんと青天井なんで、YouTuber になってね。まあ、うちは相当安くやってるし、まあ、言ってしまえばスマホでね、もうパパって撮ってやっちゃう人とかも多いんで、まあ、うちも最近それでやってますけど、ただ、うちのやっぱりやつはね、ハンディカメラの方のがいいね。この前の企画でも痛感しましたけどね。まあ、かなり手ブレ補正もデジタル補正でやった結果、やっぱちょっと苦情は来てますんでね。あれはもう素直に、うちも、心苦しかったっす。出来上がった動画見て、さすがにこれ画面グラグラしてるよね。うち、あんま、そういう 3D 酔いって、あんましない人なんで、うちは耐えれるんですけど、これ一般の人ちょっときつい人多いだろうなと思って、あんまやっぱ案の定ね、結構言われます。僕、結構、うちより上の世代の方が、山ちゃん、結構画面が見にくいわーって、やっぱ、そうだよね、ごめんっていう、それはね、自覚はあったけど、いかんせんカメラがぶっ壊れて使えなかったんで、ハンディカメラがね、使えないという事態だったんでね、結果的にああなってしまって、あれは、やっぱしハンディカムでないとダメだね、うちの動画的には。あれでも、ね、できんね、DJI ポケットでもジンバル続いてるし、いいんじゃないのって思うけど、あれだと耐久度がね、やっぱ、あと、熱系が、言うて、やっぱちょっときついみたいですんでね、うちみたいに、あんな炎天下2時間、3時間ね、歩き続けるような動画とかってなると、バッテリーとかも相当やっぱきつい、ところがあるんで、そこで行くとやっぱパナソニックがいいんですよね。バッテリーの物量作戦が一番効くのはやっぱパナソニックなんですよっていうのは置いといて、で、なんだったっけ、そういうような感じで、多分機材とかはもうやってるわけだし、あるしいいじゃんっていうところなんですけど、この10万円の中に一体何が含まれるのかっていうところの話をしないといけないんですよね。その話をしようって言い始めてから10分ぐらい経ってる。ダメじゃん。ダメじゃん。全然違う脱線してんじゃん。脱線しまくるのが、まあ、うちのところと言っちゃいやなんですけどね。誰か切り抜きでまずかまとめといて。要点のところだけまとめたら、多分ね、要点まとめたら、この動画なんて1分で終わるんだから、ショーツにできるんだから、多分ね、っていうことは置いといても、要は、なんだ、何がかかるかっていうところですよね。意外と、盲点なのが、あれなんですよ。アドビなんですよ。何かというと、ソフトですね。編集ソフトで、アドビープレミアっていうのがあるんですよね。で、どうなのかな。うちは、パワーディレクターっていうのを使ってるんですよ。で、多分、このベース面の皆さんが使っているのは、アドビープレミアだと思うんです。多分ね、ファイナルカット
ップロの可能性もありますけど、アドビープレミアじゃないかな。テロップの入れ方とか、テロップいろいろと細かい、こだわりとか入れたりするんですよ。あれしやすいのはアドビープレミアなんですよ。ただ、アドビープレミア、じゃあね、山田さんもアドビープレミアにして、ちゃんとそういったテロップ入れやいいやないかと思うかもしれませんけど、アドビープレミアって高いっすよね。今いくらだ？比較の画面ですね、じゃあ。こんな感じで来ましたけど、うちが普段使ってるのが、このパワーディレクター365ってやつなんですよ。このあたり動画の編集紹介動画でもちょっとチラチラと話したことあるんで、ここは詳しく話さないですよ。もうさすがにね、もうさすがにシャッといきますけど、このうちが普段使ってるやつが、これですね、1月517円から利用ができます。まあ、基本的にこの517円払えば、すべての機能が使えますよってやつ。昔はね、回帰のソフトでだったんですけど、もう今は、クラウド系のやつになっちゃって365って言って、毎月払っておると、常に最新の状態にアップデートされたパワーディレクターが使えますよっていう感じになっちゃって。まあ、やっぱ世界的な流れはこれなんですよね。そこのところら辺がね、結構、日本の、企業が作るやつはなかなか、実はこういったトレンドのところに乗り遅れて、結構、苦戦をしてるなっていうイメージはありますけど。これ何がいて、やっぱ定期的にね、入ってくるようになるんで、安定性が上がるんですよね。っていうところがあったりするんですけど、こんな感じで、うちが普段使ってるのはこの517円のやつを使ってます。で、一応、無料のやつもあるんですよ。これちょっとまた一回動画で作りたいなと思いますけど、有名なのはマッキントッシュのファイナルカットですね。ファイナルカットは、デフォルトのやつはお金がかからなくて、プロだといくらなんだろう、ファイナルカット。ちょっと、ちらっと調べてみたんですけど、価格がね、36,800円で買い切り価格になってるってことですね。ですから、サブスクはないらしいです。ファイナルカットの方は。そのあたりまでかな、結構アドビープレミアの方のが、に人が流れる要因にもなってるのかな。ただ、ファイナルカット自体は、もともと持ってるやつだったら、無料でできるんで、Mac の人だったらそれで無料で全部使えちゃうっていうのが一つ売りにはなってますからね。っていうところでございます。で、Windows をやる人だと、一応ね、Windows も Windows とムービーメーカーだったかな、なんかね、っていうのがあるんですよ。あるんですけどね、まだ私も使ったことがない。昔、それこそ10年以上前に動画投稿してた時は、そのソフトみたいな Windows メディアメーカー、Windows ムービーメーカーっていうのがあったんですよ。それを使ってね、動画投稿してた時期もあるんですけど、今のやつがどんな感じなのか全然ちょっとわからないんですけどね。一応ついてはいるらしいんですけど、まあ、ほぼほぼこれを使って、動画作ったよっていう人聞いたことがありません。私も。最近そうやあるのかなと思って調べてたら、一応うちのパソコンに入っとったんだよな。どこだったっけな。これですね、多分、クリップチャンプ。っていうやつがあって、これが無料でどうも使えるやつのはずです。っていうのはあったりするらしいんですけど、まあ、これ使ってるって聞いたことないし、うちも使ったことないです。っていうことでございます。なので、まあ、こういうとこはちょっと省いて、で、大事なのは、パワーディレクターに対抗するというか、業界で一番使われてるのが、実はこのパワーディレクターじゃなくて、まあ、海外だと多いらしいです。テロップ、そんな入れないですからね。まあ、こっちの方でも基本的なモーショントラップとかそういったようなのには対応してますし、基本機能はちゃんとついてるんで、海外みたいにそのテロップ、うち、日本みたいにテロップをカチカチ入れるのには向いてないですけど、普通に動画を編集して出すっていうのは問題ないんで、私もこれを使ってます。もともとそのテロップを入れない前提だったら、正直言ってこっちの方が早く編集できるんですよ。ショートカットとかそのあたりの機能とか結構優秀なんでね。まあ、わかんないです。私、アドビープレミアちゃんと使ったことないですから、あれなんですけど。なんで使ってないかっていうと、これなんですよ。どういった。クリエイティブクラウド。この値段です。月、6480円。これお得なプランってなってますけど、こっち、月517なんですよ。で、こっち、月6480円なんで、年間でこれだけで6万4000、7万円近く飛んでく計算なんですよね。そう、これがね、アドビーさんは、まあ、言っちゃあれだけど、とにかく高い、ですよ。で、さらにこれ、ナイト、ルームとか、いわゆる、
そのあたりの、フォトプランといって、要はストレージとかそういったの、やったやつはこれ2100円とかなっとって。で、これいろんなやつがついてるプランなんですけど、イラストレーターとかね、フォトショップとか。聞いたことあるじゃないですかね、フォトショップとかはね。いわゆる、これがサムネイル作り用ですね。まあ、サムネイル以外にもいろいろとできるんですけど、っていうのがあって。で、アドビプレミアっていうのはこいつです。ので、これ単体だけで買うっていう手もあるんですけど、2728円、かかるんです。で、言うと、基本的にこれでやるよっていう人は、イラストレーターとかフォトショップとか使って、エフェクトも使うかな？このあたりとかもう、がっつりと使い始めてくるんで、そうすると、どうなるかっていうと、結局これになってくるわけですよ。6480円の。これですか、年間6万、7万円ぐらい。かかるわけです。実は、動画編集のソフトを使うだけで、こんだけ値段がかかるんです。ここがね、正直言って、こっちに踏み出せない理由でもあります。こっちが年間で5000、6000円ぐらいでしょ？ですから、1年の値段を、もう、まるっと持ってかれる計算になるんで、結構高えなっていうのが正直なイメージです。でもやっぱ、プロとしてね、そのユーチューバーとしてね、やりたいならそれぐらいのお金、ケチっちゃダメだよっていうのが、日本、特に日本では、その差が出ます。テロップがいかんせん入れやすい。見てるとね、私実際に操作したわけじゃないですけど、使ってる人のやつを見たことがあるんですよ。いかんせんテロップ入れとかにはめちゃくちゃ向いてます。こっちの方のが。複数のテロップ、いろんな色のテロップを同時にこう重ねて出したりとかね。で、グループ系 YouTuber ならなおさらそういうのはすごく重要になってくるんで、多分この Adobe Premiere 使ってると思うんですよ。そうすると、6480円でしょ。で、これ大事なのは、1台なんですよね。多分プラン。年間プランとかがね、7万2000とかってありますけど、こういうところとかね、あるわけです。で、これ大事なのが、1アカウント1個なんですけど、ですから、パソコン1台に対して1個かかるわけですよね。で、ベース面の皆さんがどういう風にして編集してるのか、ちょっと私、そこら辺がわからないですけど、まあ、最低1はいるわけです、これが。で、なんか、活動の内容とか聞いてると、結構編集とかも割り振ってやってるみたいな感じの聞こえ方なんで、もしこれ6人全員がこのソフトを持ってるってなると、実は、毎月6400円かける6、66、3万6600じゃない、3万8000近く、だから4万円近くは、ソフトの維持費だけで月額かかるんですよ。6人が全員持ってたとしたらね、編集用のソフトでこれを、契約してるんだったら、それだけで、3万7000とか飛んでくるわけですよ。多分このあたりが、その月10万円の中に含まれてるんだと思います。これが結構負担になってきてるよと、いうところなんだと思います。多分ね、こんなに高いと思わないと思うんですよ。知らない人が見るとね。うちなんかも入れてみようかなと思って見てみて、この値段見てね、どうせテロップとかちゃんと入れ出したら、もうこんな毎日投稿とかできんくなるし、まあ、テロップはなしで行くぜ、うちは。割り切っちゃったんで。割り切るのには、この価格差があります。月6400円と、517円でね、いうふうになりますからね。だいぶ、でかすぎるんですよね、この価格差が。っていうことです。だけど、トップの人たちはこれを使うっていうのは、それだけでもテロップとか効果とか入れるのには、とか、本格的なことをやるのには非常に向いてるってことですね。ほぼほぼこれじゃないから。ちなみに、学生とかだと安くなるのかな、そうそう、安いのがあるんですけど。で、Adobe クラウドとかっていうのもあったりしますけど。まあ、基本的にはこういうのを使うのにかかりますよっていうのがかかるでしょ。で、まあ、単純にあれ、レインが持ってたとね、4万かかるじゃないですか。で、移動費とか含めたら多分それで3万とか、食事代とか全部入れてたら3、4万ぐらいいってるので、8とかになってくるんですよ。だから10っていう数字になってくるのは多分このあたりなんじゃないかなって予想です。そのあたりミニマムに見積もって10いくっていうと、どこなんだろうな。例えば、知らないだけで実は法人化してやってとかだったら全然かかります。10、でも10万円絶対無理ですもんね。自宅を本社扱いにしてやってるっていうのだったらあれだけど、だったら
たらあれですもんね。でも、一応副業系で、そっちの経営業をやりながらっていうのは、まあ、いるのはいますからね。うちのところでも、いましたね。印刷屋の、やってる人でね。経営してる人で。時世、そんなに、印刷屋さんって儲からないんで、夜ちょっと働きに来たいんすわーって言って、うちのところ来とった人とかいましたね。あれなん、ああ、あっちだ。あっちの会社の時だ。そうだ。いましたね。とかっていうのもあるんで、全然、会社、そっちの会社は OK なの、ね、ただその場合、非正規でなってましたけども、正規雇用でも今、副業 OK にしてあるところも、あるのはあるか、あるから、最近、だからあたりもわからないところではあるんですよね。どういう感じなのかな、っていうのがね、っていうのがあったりします。そういったところが基本になってくるのかな、っていうところなんですよね。いいですか？前半戦ですからね、まだ。皆さん、いいですか？まだ前半戦ですからね。長い旅になりますからね。さあ、っていうところで、見ていったときにってございますよ。ただそういうような感じで、かかるところ。どのあたりけどなんか、例えば編集する人を減らすとかって言ってやるのか。ただ、そもそもこれ一台やってるかもしれないし、もしかしたらもっと安い。それこそ、実はパワーディレクターでやってる可能性だってありますからね。っていうところとかの場合だと、他にどこがあるのかなっていうふうに、考えてみると、なんだろうなっていうところで。でも、基本的にだからこれぐらいかかるって言われても、別におかしくはないし、じゃあ、編集ソフトを落としてやるのかというと、相当大変ですしね。もう、プレミアに慣れてると、そっとパワーディレクターに戻ってくるのは、かなり大変だと思います。っていうのがあったりしますんでね。あと、確実にそういうテロップとか入れが相当難しいんで。っていうのがあったりしますんでね。どうなんだろうなっていうところではあるんですね。で、そっから先のところですね。あとは、ですから、投稿頻度落としにしたって、結局、このあたりかかるんだけど、固定費そんなに変わらないと思うんですよね。移動費とかも結局、うちみたいに、もう北中西って割り切っとって、真っ坂から北側ですよ、みたいに。やってるよ、だいぶまだ移動費もね、だいぶ、変わってきました。三重県全体中と、結構大変、労力もかかるしっていうところだと思うんですよ。だけどね、三重県全体でやりたいっていう、もともとの基本コンセプトがあるんで、そこのところはね、それに合わせてやっていくっていうのは、そこのところは、この変えるよりは、それでもやってくった方が、私はいいんじゃないかなとは思うんで、だから、投稿頻度とか考えると、確かになっていうところではあるんですよね。多分そういうことなんかなと思います。もしね、お会いする機会とかがあってね、そのあたりとか、切るんだったらね、うちのところで改善提案とかね、できるところはね、どんどんと、出して、開けたいところでもあるんですけど、さあ、っていうところで、なんだったっけ？なんだったっけ？何の話をしてたんだったっけ？っていうような流れがありましたよ。ってありましたよ。っていうことでは、クラウドファンディングやっただけ、一応第一目標は達成してっていうところの話をしとって、よいしょ。で、クラウドファンディングが、よいしょ、よいしょ。こんな感じで2年間でやってますがっていうことですね。で、活動が12月からやっておってっていうことで、実は結構1年近くでね、1000人超えてて、そこは結構ちょんちょんと行ってるんでね、すごい、順調ではあります。ただ多分、その動画を収益化してたとしてですよ。しても、やっぱ再生数とかだと、いわゆる、YouTube ドリームとかそういうような金額には絶対なってこないと思うんで、どんなもんだったっけ？さっき、出してた数字が、1400とかでしょ？そうすると、0.2円計算でも、200、300円とかですからね。ちょっと今でだと、今のご時世だと、ラーメン代にもならんくなってきますからね。そのあたりは、やっぱし、動画再生だけで、食ってくれってのは、本当ちょっと厳しいのですよね。それは頑張ってないからとか、そういうのじゃなくて、もう、基本的にはそんなに難しいところなんですよ。で、
あとは、アコメンテーションで活動資金として、店舗紹介のための資金、交通費、カメラ機材、そう、このあたりもうちも、変な話、カメラ機材、うちのところはその言ったように、動画編集ソフトとかの使用料が相当安くは、済んでるんですよ。済んでるんですけど、それでもね、結構、月、うちの場合、どれくらい YouTube に使ってるのかな？月の差は相当あります。8月は、多分4万とか使ってるでしょ？一人で、使ってますけど、普段はもう部屋撮りだけでこうやってやってるんだったら、まあ、ほぼゼロですからね。ちょっと商品、キラッと紹介するので使っとって、例のか、あ、カニカマのやつまだ開けてないのか、とかね。あれなんか、カニカマ203円、800円のカニカマを買って、高級カニカマとか言いました、って言って食べて、あれ800円で済んでますからね。っていうのを考えると、そんなに動画に対して、経費はかからないようにしてますよね。だって旅動画でその、やつも行ってきましたけど、5万円ぐらいかかってるのかな、JR 西日本、ターミナル駅完全制覇の旅シリーズって今ずっと放送やってますけど。でもあれも、結局ね、まあちょっと結論から言うと、動画の投稿総本数が88本あったのかな？です。ですから、まあ5万円かけたって言っても、88で割ったら、単純に100で割ったら、100で割ったらいくら？ 5 万を100で割ったら、5000の500円ぐらいになるでしょ。っていう感じで、いわゆる、減価償却をしていくっていうような感じにしてあるんですよね。まあ、ですから、うちの場合は、ああいう風にして、シリーズものにしてっていうような感じで、まあ、逆に、あれをドカーンとね、さあ、5時間の動画です、ドーンって見せられてもね、5時間の動画、こんなおっさんの5時間の動画、誰が見たいやんっていうね、いうところなんで、まあ、そういうためにもね、ちょっとおっさんですから、10分ぐらいの動画で見てくれませんかねって言って、短めのやつで、まあまあ、要は、奈良漬けをね、こう、シュシュシュって切ってね、ドーンとね、はい、100万だ、ドーンと食えって渡されてもね、ボソボソボソってなるからね、ちゃんと小分けして、これぐらいじゃしますね、食べてくださいっていう感じで、おにぎりの横のたくあんぐらいの量にしてありますよっていうことですね。まあ、それだったらもっと商品を増やしてもいいかもしれないけど、あ、それもありかな、っていうところですね。っていうので、やったりしますんで、まあ結構、交通費とか、そうなったりとか、やっぱこれがかかるんだと思います。ということですね。キャンプファイヤーの手数料とかもかかってくるんでね。そう、結局このあたりがね、うちの場合特に今現金がね、今の現生が1300円ぐらいかな、っていう状況だったりするんで、まあ結構ね、まあ、いかんせんキャッシュフローが私の場合はダントツで悪いんで、まあね、あんだけ借金してるっていうのもありますからね。っていうのもあるんで、結構、かなり、苦しいチャンネルなんで、大人の割にはちゃんと使えないのがね、本当申し訳ないところではあるんですけど、そう、だからね、これもね、どんどんね、このね、ガッツリ取材みたいなね、やつとか CM のやつね、これとかね、どんどん入れてね、よし、うちの CM を作って、さあ、君のところで拡散したまへって言ってあげたいところなんですけどね、まあ、間違いなく、8万円はもはやね、申請すら通りませんからね、うちのところはもう、何それ不便。なんなら、2000円のやつもね、最初ポチッと押そうと思ったらね、もうね、カードが止まっちゃってて無理でした。別の引き落としで、かかっちゃって、もう、いっぱいいっぱいらしいです。っていうことなんで、そう、だ、もんで、ね、本当だったらね、ポンと押してね、さあ、やったるよっていうところだったんですけどね、初日に試しにポチッと押してみたら、すいません、うまいことできなかったんで、というあたりでございます。そんな手もちゃんとし、まあ、こっちはこっちであれなんですけど、ちゃんとしないといけないですけど、で、一応、活動領域がこういう感じになりますよってことですね。ストレッチゴール。っていう形で、まあ、いわゆる段階性のやつを出ますよと書いてある、ステップタイプなんですけど。で、まあ、最低目標30万円言います。まあ、30万円集まらんと、もうちょっと活動継続も難しいですよということで。で、次に、ベースマンの活動を1年間続けるためには、いわゆる120万のうちの半分は欲しい、いるっていうので、1年間出すのに60万円。で、100万円で、2年間、で、プラス、週5投稿に変えれるっていう。で、200万円で DIY なのを自然化した動画が3投稿っていうような、感じに設定してるっていうことですね。まあ、100万、200万っていうと、まあ、なかなか相当な数字になってくるんであれなんですけど、まあ、この辺りはもうとにかく第一目標を達成できたら、まあ、ですから、まあ、目標は達成しましたよ、ということ。
で、間違いないんですよね。で、実際にじゃあどういうのが、あるのかって言ったら、ちなみに2月27日までやってるらしいですよ、ということで、まあ、活動継続も決定しますんでね、っていうところでございます。いざについてはいろいろとあります。応援コースとか、いわゆる、お礼メールが待って届きますよっていうやつと、ステッカーがついてくるやつとかがあっただけ。これ価格書いてないから、価格の見た方がいいかな。横にずらーっと出てるの、あ、そうか。PC 版だとこれが横に出るんだ。こんな感じで上からずらーっとありますけど、リターンが2000円だと、お礼メールが届きますよというやつで。まあ、これがやっぱり多くなりますよね。で、3000円だとステッカーがついてきますよということですね。で、5000円だと、推し面の、なんだっけ。推しメンバーのステッカーと、サイン入りチェキが、ついてきますってことですね。推しメンバーを記入してくださいよということですね。で、あとは、このボールペンとかついてくるやつですね。オリジナルグッズを作ったのかな？オリジナルグッズを作ったのかな？っていうので、そのボールペンとかチワとかクリアファイルがついてくるやつで5000円のプランがあって、で、プラス1000円すると、エンドロールに名前が貼りますよってことなんで、まあ、これは、これであるかもしれんな。うちもね、名前を作ってる。こういうところにね、しっかりとね、まあ、うちよりも全然格上のね、チャンネルですからね。そうそうそう。これがね、逆にうちがね、5000人とかね、6000人ぐらいいるチャンネルだったらね、あ、いや、うちのところで紹介したから、ぜひちょっとコラボでもしてみないかねとかってね、堂々と言えるんですけどね、300人じゃ言えないな。さすがにね。あまりにもちょっと再生数に差があるんでね。ですから本来だったらこういったところをね、ボンと出してね、うちのところもね、そういうのを仕掛けられたら、よかったんですけど、ちょっとね、とりあえず、カードの引き落とし、口座から、引き落としが入ったら限度額に余裕ができるのかな？どうなんだかなっていう。ちょっとギリギリすぎるところで、今7万円の請求がさらに、飛んでくれますよって請求書が来てますんでね。結構ね、そのあたりがね、なけりゃね、オラーって出したところなんですけどね、この7万円落ちなかったら俺、ホームレスだからな、っていうね。さあ、どうしたものかな、っていうところですからね、っていうところで。あとは、もうこれなんかも、あれですね、そこにプラスサイン色紙が入ってきますってことですね。ラブローラーっていうことですね。エンドロールに名前も入りますってことですね。エンドロールの名前は何だっけな、あとは、こっちがいわゆる一緒の内容で30名様限定でっていう設定にしてましたね。限定30名様まで8000円で買えますよ、なんですけど、実はこの1万円の方のやつの方が多いですよね。ですから、もうそんなこと言わんと1万円ドンと応援したいよって、結構、ですからドンと応援してくれる人が多いです。10人、これはね、プラン申し込みがあったってのは、すごいなと思います。普通はこういう時はね、こっちの安い方からまず埋まるもんなんですけど、このあたりは結構、ちゃんとファンの人がいるんだなっていうのが、このあたりから見えますよね。上位こそ、まあ、これ一緒ですよということですね。で、内容は一緒。で、価格が単純に今年は2000円高いんで、その分、チャリンチャリンですね。なりますけど、それで良ければぜひっていうので、こっちの方が多い。でも1万円。っていうのですね。まあ、これなんかね、まあ、うちなんかもね、できたらね、これぐらいのね、このね、下着だと、40のおっさんなんやから、まあ、それぐらいね、できるもん、子供のお年玉みたいなもんやないかってね、ところになるんですけどね、そういうところだったりするんですよね、っていうのがあったりします、というところで。まあ、結構、この辺りのところも入ってるんですね。で、あとは、動画視点ができる。まあね、ですからね、本来ならね、そうそうそう、うちがね、チャンネル登録数が多いとかやったらね、さ、うちの動画でね、コラボでもして、紹介でもしてみたまへえとかっていうところですけど、まあ、うちのチャンネルは本来これに応募して、すいません、出させてください。でね、しないといけないところなんですけど、その資金すらもないっていう最底辺オブ底辺ですからね。もう底辺どころかもう地下に眠ってんじゃね？もう掘り、もう潜っちゃってて。そろそろね、債務不履行で本当に地下に眠る頃になりそうで怖いんですけどね。海底かな？地下かな？どっちなのかな？今のさ、ポイ立てて って思いながらね、いるわけでございますけどね。さーてとっていう、企業向けがつい取材っていうのこれも3万円のコース。このあたりとか結構入ってるんですよね。そう。はい、この辺りとかって入るのかな、どこなのかなと思ってたんです。結構やばい。これで、企業様向けの、30秒支援も入るっていうやつだと、8万円ということで、結構、
ドンとした額なんですけど、実はちゃんと入ってるんですよね。まあ、これも入ってると、まあ、結構達成に、早期達成に行ったんじゃないかなっていう感じはありますよね。うん。っていう風な感じになってます。ですので、まあ、完全に CM とかも入って、まあ、どっちかというとですが、テレビの、作り方に近い感じなんですね。スポンサーとかわーって乗ってってやったことで。でも、スタートアップの時って結構これ効果的でね、資産的にはこれも、これ結構多いのは、賛否両論あると思います。まあ、賛否両論ある時はやっちまった方がいいと思うんですよ。特に若い時はね。とは私は思うんで。うん。し、まあ、正直、まあ、この手のやつが、まあ、ね、いわゆる、うちらよりの世代とか、同じ世代でも多い、もう多いんですけど、よりちょっと上の世代になってくるとね、そういうのでね、YouTube でその楽して稼ぐなんてのはね、あれなんだよって。ちゃんと毎日ね、会社に行ってちゃんと働いて、ね、それで汗水垂らしてちゃんと稼いじゃないと、そんなのちゃんとしたら稼ぎじゃないっていう人、今でも結構多いのは多いんで、特に日本はね、日本は極端に多いですから、海外だって全然そんなことないですけどね。うん。本当に話聞いてると全然そこら辺の感覚ちげえなーって。だから全員が楽して稼ぎてーっていう基本があるっていうのと、まあ、基本的に日本の場合は楽して稼ぐは悪だっていうね。楽するのも稼ぐのも悪っていうところで、ダブル悪っていう発想だったりしますんでね。うん。もうそれこそもうしね、汗水を垂らして働いて、さらにお金はいりませんっていう、美徳っていうのがあるんですけど、もういいでいいんで、うん、そんなことをね、言ってね、あ、そうなんやってね、やらされてた結果がね、借金300万ですからね、おい、じゃあこの借金返し、どれかしてくれよって、思う時もありますけどね、うん、まあまあ、しゃあない。こうなってしまった以上はね、どっかで、ドカーンと当てて返すしかないんでね、っていうところなんですけど、うん。うん。あ、そんな話、夢のない話、若者に向かってしてはダメだ。っていうところなんで、本当だったらね、うちのところもこれをね、やってたら本当に広いけど、でも結構、これもね、ちゃんと支援者が入ってね、やってるってことなんでね。ですから、相当、良かったんじゃないかなっていうところですね。へえ、というところが入ってますよ、ということで、まあ、さ、今31万5千、いってるってことですね。まあ、37万4000、すごいね。37万か。手取り計算3ヶ月分かうちは。悲しくなってきた。まあ、周りからね、してみたらね、あれなんですけどね。うん、まあね、うちの場合は特にこの年齢にしちゃ少ないですからね。うん、やっぱ周りだと、まあ基本的に、まあこれぐらい手取りは全然普通にいるらしいもんね。うん。あんまり普段話をしないんですけどね、最近ちょろっと話してるんですけど、いや、お前金ねえよ。いや、言っとくけど本当にやばいよ。うん。限度額いっちゃっててやばいからねとかっていうのをね、もう昔は言わんようにしてたんですよ。そういうことを言うと、金が離れてくととかって言われて、金は使わんと入ってこんって言って、ないからって言って使わなあかんって言って、だから借金とかさせられたんですけど、うん。なので、ね、借金加わっとってね、会社で上のもんに立てる人間にはなれんぞとかって言われてね、いや、先輩怒ってくださいよと思います。なんだね、あれってね。いや、後輩には怒るよ。それはね、別に、うちは後輩には全然怒るんだけど、うん。最近、その金がなくなっちゃったりするから、あんまり声かけないようにしてますけど、うん。確かね、先輩だったんですよね。なのにね、飲み食いしたで、大臣ね、それは先輩出してくれて、後輩に怒れた。そういう先輩もいましたよ。もちろんいました。うん。そういう先輩もめちゃくちゃ尊敬してますよ。うちがそのこしらえる原因になってたね。カラオケの先輩はね、うん。で、先輩1000割り勘出すか、嘘でしょって。うん。っていうのありましたっけね。うん。ありましたけどね。うん。いたんだ、そういう人がね。うん。あの、そこで言うので、気づくような人間は上には立てん。いやいや、最後のだけなの。ああいうことでもあれだ、とかではいいんや、っていうね、いうふうなね、人とかもいらっしゃるわけでございますよね。いや、そっか、そういうところで、勇気を言っとったらなれんのや、っていう、じゃあしゃあねえ、って言っとったら気がついたらこんな多重債務の状態ですよ。怖いね。ダメだよ。うん。本当に。そんなね、ないですからね。うん。あ、そういうね、なんか夢とか希望とかね、いう感じでね、ボーンって言うやつでね、
なんかね、拡張のね、やつはね、大体適当な、やつか、勝手なことをこいてるだけなんでね。まあ、適当な人間が言うのもなんですけどね、っていうところなんですけど、まあ、でもそういうところに行くと本当によかったと思ってよかったな、っていうところですね。っていうのがありましたよ、というところでございますね。あとは何を見てたらいいの？じゃあ、今後のじゃあ活動していくにおいてね、懸念点とか、そのあたりとか、ちょっといろいろとまとめてみましたわ。よっこいしょと。こういう感じでザーッとあって、っていうところなんですけど、まあ、第一目標を達成しましたところも、ここら辺まで見ましたよね。こっからが本題です。こっからが本題なんだ。どんだけ喋るんだと思うでしょ？喋りますよ、まだまだ。ですよ。で、まず、ポジティブな試験としてはね、私なりの意見をね、ここからは、ずっと述べていこうと思います。もう散々お前自分の意見述べてたんじゃないかと思うじゃないですか。いいですか？ここからがスタートですからね。今までこれ、プロローグですからね。まだまだ喋りますからね。さあ、いきますよ。ポジティブな試験としては、地域に行ってる方ね、明確なジャンル設定がある。まあ、これね、やっぱご当地系でやりますよっていうのが、明確に、ジャンル設定ができとって、それでやっていくっていうのが見えるんで、そのあたりは分かりやすいですよね。だから逆につきやすいんだと思います。だから、平均再生って紫のチャンネルあったじゃないですか。あそこって実は平均再生、メインチャンネルの3倍あったんですよ。実はね。結構動画の平均でいくと5、600とかそれぐらいあったんですよね。まあ、要は、一つの、地域情報のやつを見たいよっていう人が、やっぱ集まってくれとったんで、そういうのもあって、ジャンルのちゃんと設定ができていたんでね、あっちの方は。実は、2000再生とかね、結構入っておったりとかいうのがあって、今でも実は、月の再生数がね、だから、動画の本数が、10分の1どころじゃないね。5、えーと、2、30分の1ぐらいしかないんですけど、動画の月の再生は実は5分の1とか4分の1とかなんですよね。ああ、5分の1か6分の1、7分の1ぐらい。なんで全然、実は、再生効果は高かったんですけどね。まあ、とはいえね、ちょっと、それにこだわって、別々のまんまにしておくと、ちょっと、共倒れになっちゃう恐れがあるんでね、もう、一本化したっていう経緯ですけどね。で、じゃあそんなのもう動画で言ってるからいいんだよ。で、メンチングで、そういうところでちゃんとできてるのは、それが今のこの成果につながってるんじゃないかなっていうところですね。で、フルテラップ、物撮りなどを行ったり、誰でも見やすい。このあたりもね、本当にね、実はちゃんとやってるんですよね。結構、やっぱ、登録者数が1万人いかないところだとね、そのあたりがおざなりになりやすい、ところなんですけど、ちゃんと定期的な投稿もして、で、テロップもちゃんとつけてね。で、物撮りとかもちゃんと商品紹介の時にちゃんと撮ったりとか、いうのができてるんで、それとかそこになっても、うちのところなんて全くやってないじゃないですか。テロップは入れね、物撮りになっても、もう今、ギャー、うめえ、とか、まあ、なんだ、店内で撮ってない場合がほとんどですからね。あれ、ちょっと店内で撮るっていうのはやっぱりね、今、時勢的に結構難しくなってるんで、っていうのもあってね。まあ、写真だけ撮って食べてきた感想とか言うっていうような形で、これがね、一番、便利になってきて、切れますけど、っていうところで、それあたり実はちゃんとやってるのがやっぱすごいなっていうところです。ってことは許可取りとかそういうところもちゃんと自分たち動いてやってるってことですかね。だからどうなのかな。いや、マネジメントしてくれてるような大人の人がいるのかなって思ったけど、特に、なんか結構その、スポンサードしてくれるその、会社さんみたいな、なんかそういうのがあるのかな、どうなのかな。なんか結構、ね、あるのかなと思ってたんですけど、あんまりないのかなっていう感じで、最初あるのかなと思ってたんですけどね。でもないのかなっていう感じなんで、まあ、そのあたりすごいなっていう、自分たちやってるんだっていうことですごいなっていうことですね。で、もう一つネガティブな試験と、させてもらうと、一応このあたりとかになってくるなっていうところですね。一つ目が、5年、10年、20年先を設定した長期的ストラテジー。これが見えにくい。ちょっと難しい言葉になってしまいますけど、いわゆる、はい、観光大使になると、まあ、っていうのがあるじゃんって。まあ、ストラテジーとしては、実はあるにはあるんですよ。三重県の観光大使になりますっていうのが、あるんですけど、なんていうんだよ。もうちょっと、本来、あんまり細かすぎてもストラテジーって良くないんですけど、その、グループとして、どういうような感じで行くのかなっていう、だからストラテジーっていうよりは、ストラテジーとタクティクスの間みたいな感じになってきますけど、よりちょっと具体的な、ところで、現実味ある、その、ところ、で、どうしていきたいのかなっていうのが、
まあ、夢はでっかく観光大使っていうのは、あれなんだけど、県の観光大使って、まあ、なかなか大変なクラスなんですよね。三重県で過去誰がいた？小松美香子さんってなってたっけ？小松美香子さんでもなってないよね。うん、だから、美香子氏は、桑名ではやってるはずなんだけど、とかっていうところだね。だから東海オンエアさんで岡崎じゃないですか。まあまあ、あんだけ岡崎推しでやってるんでね。まあ逆に言うと、岡崎以外のところっていうのがあるかにするんで、愛知県ではないわけですよね。だから、都道府県単位の韓国大使っていうと、誰でしたっけ？あ、磯野キリさんとか、磯野キリコさんとか、が、いたかな？っていうような感じで、それぐらい結構、ハードル高い設定ではあるわけですよね。うん。だから高い目標を持ってるのが良くない。現実的でない目標を持ってやってるのが良くないっていうわけではなく。ただ、それに向けて、大体どういう感じで行きたいのかなっていうのが、ちょっと分かりにくいところなんですよね。まあ、そこまで、というか、そういうのを持っているところっていうのは、果たして YouTube の今、ある程度ときめいてる100万人とか超えているところでも、本当にそこら辺持ってるのかなっていうところなんですけど、200万人超えているところのチャンネルの見てると、もう大体見えてくるんですよ。で、やっぱ持ってるなっていう、そういうのを持っておって、よし、ドーンとね、トップに立つ。じゃあ、それに向けて、どういう、まあ、でかいところだとコムドットとかがね、ドーンと目標を抱えてやるってなりますけど、ドーンと目標をその明確に、じゃあ、それに向けて400万人達成する、年内に達成しないとダメだというようなね、強く出す明確な目標。まあ、最近はそういう方のが、人気というか、まあ、多分そういう方のが、好きな人の方が多い。なんかね、グラグラとやるよりも、そういうふうにしてビシッと決めてやるっていう方のがいいよねっていう、ところが多いのか、まあ、逆転の発想でね、それこそ東海オンエアさんは、あんまりそういう具体的な目標を何百万人達成目指すぞっていうのなくて、気づいたら600万人いってたねっていう、まあ、気づいたら行く数字じゃないんですけどね、本来。なんならもうすぐ700万人ですもんねっていうような感じで、行くようなところもあるんですけど、まあ、だから、そういう、具体的にガチガチとやりなさいよっていうのではなく、うん、だからそういう、まあ、地方なんで、それこそね、地方の良さって、そういうガツガツやりに行く、まあ、東京のね、シティボーイじゃ、のね、やり方じゃなくていいんですよ。うん、とはいえ、要は、例えば、簡単に言うと、じゃあ、このやつを、事業化、させていきたい方向なのかどうなのかっていうところですね。うん、例えば、まあ、うちの場合だったら、まあ、始めた当初からちょっと古すぎてあれなんですけど、まあ、始めたのきっかけは、まあ、どっかで言いましたっけ？ 2009 年に始めたんですけど、要はもう会社、これはクビになるなってのは分かってたんですよね。うん、会社これクビになる。リーマンショックなとす。で、もう、業績ガッタガッタになっとって、もうこれはダメだね、切られるねっていうような感じのところだったんで、ただあの時、リーマンショックだったんで、はい、じゃあ転職探して、はい、見つかるよって、もう、求人、だってタウンワークが確か、週1発行したらなんか4枚ぐらい、なんか6枚ぐらいしか紙がついてない。なんか3、3で折り曲げてあるんで、3枚の用紙をペタッと折り曲げとるんだけど。こんだけ？みたいな、状態でね、もう、ハローワーク行ってもね、もう本当、求職者で溢れ返っておってね、っていう、ところだったんですよね、うん、っていう状況だったんで、ましてや、うちなんてそんな資格を何か持ってるとかそういうのでもないしね、まあ、いわゆる、エロゲー、萌えゲーのね、発注とか、そういうのがやってたりとか、まあ、いろんな同人誌の買い取りとか、そういうのやってたり、そこら辺では結構、一日の長があるとはいえ、果たしてそれが仕事に活かせるのかって言われたら、何に活かすのって言われて終わりなんですよね。うん。ですので、まあ、難しい、やばいぞとなって、じゃあ何かなって言って、動画が撮れるようになってきたな、と。うん。一昔前に比べたらだいぶ簡単に動画撮るようになったなって、ザクティは、それこそね、キッシーさん動画にたまに出てる、キッシーさんがザクティをもともと買ってたんだ。なんかミーハーで買っててね、あれを。で、いや、ニートになるときに、ちょっと資金欲しいから、ちょっと安値で買ってくれ、みたいな話になって、じゃあ安値で買おう。で、買ったザクティ使って撮り始めたのが2009年とか。とにかくなんか動画撮ってみようで、うん。撮って、まあ、
撮って、とりあえずそれを編集とかやってみようぜ。なんかニコニコ動画とか YouTube でとかでアップロードできるらしい。で、どっちにしようかなと思ってアカウント情報作ったんですけど、ニコニコ動画の方のが、まあ、当時バッシュバルとかやっとったし、まあ、なんかそういうのを上げとるのは全然なかったですね。YouTube は。当時はね。で、しかも、YouTube が、分数制限10分以内だったと思う。で、ニコニコ動画は 1GB 以内だったかな、当時。動画の。アップロード制限が。時間で設定してある YouTube と、容量で設定してあるニコ動みたいな感じだったんですよ。で、うちのところはなんか、どうせやったらいろいろトークしてバーっとしたのを出そうぜっていう感じで想定してたんで、30分ぐらいを想定してたんですよ。動画っていうと。なので、その10分以内のやつでそんな開封してね、まあ実際には開封動画で10分以内のやつが多いのは、そのあたりの仕様もあるんだと思うんですけど、うちの場合は安山はそれじゃなくて、コモンカードもいちいちね、黒カードが、お、出たね、社長、黒いカードだけの、いいのか、これで、コモンカードを紹介してて大丈夫かいとかって言いながらね、やるっていうのは逆転の発想で面白いじゃないかっていう感想だったんでね。だから最初の動画40分とか喋ったわけですけどね。で、いうのがあったんで、じゃあ、そのあたり容量を削ってとかっていう工夫でできるな。じゃあ、ニコとニコって言ってニコとニコっていうのがあったりとかっていうような感じだったんで、そのなんか、その YouTube で、ボロ儲けできるのは、そんな発想何にも国もなくて、とにかくなんか動画上げるとかっていうのを、技術的に身につけておけば何かしら活かせるんじゃない？例えば、企業さんに入ってね、そこのところでなんかプロモーション動画作りたいとかって言われた時に、あ、作れますよとかって、いうようなやつ。これからは動画でね、その企業とかも動画で、そのいう PR 数字だけやってきますよ。ですので、こういうような、動画編集して、ほら、ニコ動でこんな動画上げてます。編集とかもできますよ。一応こんな効果とか、買って BGM とかを入れるようなこととかもできますよ、どうですかっていうような、名刺代わりにならないかなっていうので始めただけ。就活の名刺代わりだったんですよ。これで食おうじゃなくて名刺のつもりで作ってたんで。まあ、それが、まあ、おかげさまで今に生きてたら生きてますけどね。だって、やっぱし、YouTube で投稿してるだけだったらいくらでもいるんですけど、いくらでもいるんですけど、行くね、客先さんのところでね、あ、どうも、まんまるの、山田と申しますってね、まあ、普通の会社の名刺を渡して、で、普段何されてるんですかって言って、あ、趣味は YouTube ですか？ YouTube の活動ですか？いいえ、動画作ってますって言うと、え？ってなりますかね。あ、一応 YouTuber 的なっていうね、敵だって言ったらダメですけどね。いうので、だいたい、会話のね、ネタにはないので、で、試しに見るじゃないですか。で、ね、うちより上の人だとね、ああ、プロレスすごいねって言われるし、うちより若い方とかに声かけられて、って言ってみると、なんでこれ動画上げとんのって、あれって、それで驚かれるっていうような感じでね、それで、まあ、印象付きになるんで、そういう意味でね、あ、ちゃんと動画投稿してますよ、っていう。だから別にあんまり人から動画を本当に見てくれる人って1%とかって考えたら、90%では本当にこうやって YouTube でやってる人なんだって、見てもらうなら、とりあえず、いつからやってるかと、いつからやってるかと動画の投稿本数でしょ。再生数なんてどうせ少ないのは当たり前なんで、全然いいんで、これはちゃんと上げてますよっていうので、名刺代わりしてますよっていうところがあるんでね。まあ、だから、それで稼ごうという頭がなかったんで、あれだったんですけど、まあ、今はちょっとまだ話が変わってきてね、まあ、ちょっといろいろと仕事のところとかの兼ね合いもあるんで、うちのところも事業化とかできるのかなっていうのは模索はしてます。模索はしてるんですけど。まあ、現実的には相当難しいですからね。うちのところの規模だとね。で、3000人でも正直それは難しいとは思うんですよ。じゃあ、どうしていきたいのか。じゃあ、これでドンとクラファンとかやって。クラファンってじゃあ、2つ、大きい、メリットがあるんですよ。1つ目が資金調達、ダイレクトな資金調達なんですけど、もう1つ、実は、うちもキャンプファイヤーをやろうと思ったことあるんです。実際、資料ももらって、準備もしてたことあります。去年ぐらいのお金に困ってますって言っとった頃ね。あの頃に、もういい加減ちょっとキャンプファイヤーとか、クラウドファンディングも視野に入れやんと、直近活動資金、そういうことできやんなって、ベース名さんみたいにね。っていうのがあったんで、どうしようかなと思ってね。一応資料とか集めて、見てたこともなんでちょっとキャンプファイヤーのシステムとかは多少知ってるんですけど。結局、うちは、
そっちの方はちょっとやらないよっていうふうに、結論付けになったわけですけどね。で、まあ、そのあたりとかの理由の一つにもなってるんですけど、じゃあ、そう、やりたいなと思ってたのは、その資金調達っていうの一つなんですけど、もう一つが知名度のアップなんですよ。認知機会の獲得ですね。いろんな動画でもね、チラチラと言ってますけど、認知機会の獲得ってやっぱその、0から1にする、要は全く知られてない状態だから、あ、こういうチャンネルがあるんだっていうふうに知ってもらうっていうのは非常に大事でして、特にこのスタートアップの段階ではね、これが、ただ、どこら辺まで必要なのかって言ったら、実は YouTuber だと全員いるのかもしれないっていうレベルなんですよね。だってピューディーパイさんが1億人いたって日本で、知ってる人がどれぐらいいるのっていうところじゃないですか。登録者数1億人ですよ。日本の人口を超えてるんですよ。今、登録者数が。今、1億4千万とかだったかな。なんか、アホみたいな感じで増えてるんでね。っていうようなところでも、日本での知名度で言うと、そこら辺行ってね、おじちゃんにね、聞いてもらう、ピューディパイって何ってなるじゃないですか。ってことは、まだ認知機会の獲得が必要になってくるってことは、もうずっといるんですよね、これ認知機会の獲得って。で、ましてや、うちみたいに300人とかのところだと、ほとんど知られているわけがないわけですよ。ですから、キャンプファイヤーとかでそういうクラファンやるよっていうのになると、クラファンやってる YouTuber っていうと、今世の YouTuber が今十何万チャンネルとかってあるの？何十万っていう数のチャンネルがある中でね、キャンプファイヤーでクラウドファンディングやってる YouTuber のチャンネルっていうと、10個とか15個とか一緒もらえるわけです。そうすると一気に認知機会が広まるわけですよね。っていうようなのもあるんで、非常に大事になってくるんですよ。だそれもあって、うちのところも登録者数を増やす目的っていうので、もう含めて、出してみようかな。もうお金云々よりもどっちかというとそっちの方を目にして絞ってやってみようかどうしようかやっていうか、そんなこと言ってる場合はね、お金がね、っていうか、とりあえず、おいおいおい、来週の、ガス、来週締め切りのガス代払わんとガス止められるわって言ってね、クラウドファンディングのいろいろ調査やってる場合じゃなくなっちゃったんですけど、どんだけやばいねんけど。どんだけやばいねん、この、いや、おっさんはっていうね、ところなんですけど、そのあたりとかが、なんて言ったらいいのかな。いやーね、寒いからトイレが近くなるからね、よくないね。で、なんだったっけ？将来性のところで、ね、例えばその、ベース面を事業化するような形で、こっちで専属でできるように、YouTuber 一本でできるようなところから、そっちの方を目指していくよっていうような感じなのか、それとも、いや、仕事をしっかりと続けれる環境で、あくまでもね、こっちの方は、ところでやっていくのに、安定してやっていくっていうので、やっていきたいのか、っていうので、どういうようなシステムマチックにしていくかって、細かいところになってくるんですけど、そのあたりがね、まあ、うちも言うて、まあ、基本的には、まあ、利用化できると思ってないんで、ただ、なんていうの、匂いは嗅いどくよっていう感じかな。だからまあ、なんか、うまいことね、転がってきたら、うちのところも、事業化ができたらいいなと思って、事業化するならどういうような感じでやっていくのかなっていうようなことは、ちょっと考えたりはするんですけど、まあ、基本的には明日の、ご飯をどうやって食べるか、どうやって来月の、家賃を払っていくかっていう方がね、重要なんでね、そこまで重点を置いてないですけどね、ただ、まあ、機会が来たらね、何でね、ドーンと当たってくるか分かりませんかね、うちのチャンネルも。まあ、ないと思うけど。というか、そういうようなために積極的に活動してるわけじゃないですからね。なんて言ったらいいのかな。まあ、そのあたりとかがね、どれぐらいいるのかっていうところで。で、大事なのは、うちなんか別にそこら辺しっかりと持ってなくても、できるし、YouTube って別にできるわけですし、まあし、その事業とかしたいよっていうのを、すごく念頭にあるんだったら最低限その法人化するのにこれぐらいはいるよね。これぐらい再生数とか資金調達でこれぐらい金額がいるよね。じゃあこれぐらいの、活動をしていかないといけないよねっていうのが結構、細分化しないと、そもそも事業計画として成り立たないんで、法人化するってなったらね、そのあたりとか大事になってくるんですけど、多分そうじゃないと思うんですよ。出ないと、だから200万集まったマニ投稿とかっていうと、事業化とかを考えてるのかなっていうところになってくるんですけど、事業化するにってなると、資本金としては500ぐらい、まあ、いるんですよね。グループでやるんだったらね。だから、結構規模としては相当でかくしないと難しい、ところだったりするんですよ。
例えば、じゃあ、200万で6で割ったらいくら？ 200 万6で割ったら33万ぐらい。33万ぐらいか。33万しょ。まあ、事業化するのは一人頭33万分の、30で6で割って、これ、やっぱそれぐらいはいるね。すげえ最低限の数字のところですもんね。いやいや、30万も稼げるんやったらね、全然いいやないかってね、若いね、いいやないかと思うかもしれないけど、経費抜きのところなんで、経費入れてくると結局手取り14、5万ぐらいのところと変わらなくなってくるわけですよね。っていうところとかって考えると、それぐらいはやっぱ最低限でいる。月コンスタントにそれが、じゃあ200いるよっていうふうになってきた。200万いるって考えると、単純に総再生のやつ、再生対単価で計算すると、200万に対して2000万なくていいから、月1000万再生がいるよっていうぐらいの規模だとグループ系 YouTuber として専業で成り立つっていう、ざっくりとした計算でね。行くわけですよね。まあそこまで言ったら逆に案件とかもついてくるんで、また話が変わってくるんですけど、多分800万、700万とかでも案件を全然取れてくれるんで、だからそこら辺になってくると、じゃあ、どういうチャンネル？300万、400万、月10万の動画を20本出してる計算しよう。10万の動画を20本出してるって言うと、だからそれ規模やると、もうちょっとアベレージあるところで、相場さんとかか、でしょ？っていうところら辺が、いわゆる事業化するところだと、それぐらいから見えてくるわけですよね。っていうことだもんな。っていうふうになってくると、なかなかそれを三重県で、ローカルとしてやるってなると、かなり、難しいところがあるな、っていうのが曲がってくるんじゃないかなと思います。すごい、グラグラした解説だけどね。じゃあ、どうしてそんなあたりとかが必要になってるのかっていうと、要は、そんな気にしないよっていう若者だけを相手にしてるんだったら、ぶっちゃけ、全然、そんな話しちゃってつまんねえってなってね、下がる話になっちゃうんだけなんですけど、これをどうするかっていうのは、三重県に特化してやるっていうことは、いわゆるローカル番組的にやると思うんですよね。やるっていうふうになってきたときに、じゃあ、三重県を、では地盤を固めたいよっていうと、三重県である程度の登録者数、ファンを獲得しないといけないってなった時に、要は少子高齢化で結構地方なんで、まあまあ、高齢の方とかやっぱり多いわけじゃないですか。若者が少ないわけじゃないですか。で、いうふうに、なってくると、それでちゃんと成り立たせるようにっていうふうになると、30代から60代っていう、まあ、いわゆる旧来的な考え方。だから、ベースメンさんとか、大世代とか、うちのところでも結構来るわけですよね。いわゆる、ちょっと頭が、硬いっていうと語弊があるのかな。硬いっちゃ硬いんですけど、要は、こういう事業計画性があってとか、カチカチと、要は仕事としてちゃんとやってるね、人たち。まあだから、社会人としてガチガチって言ったら、まあうちも言うわ、仕事してるんでね、あれなんですけど、仕事だけちゃんとガチってやってます。あんまガチってできてないというよう怒られますけどね。私こういう性格なんでね、どっちかというと大雑把にガシャーってやるのが、の方が得意で、あんま細かい作業とかそういうのがあまりに適当なんでね、なんですけど、まあなんで YouTube やってるんですけど、で、いうのはあるんですけど、やっぱ上の世代の人っていうのはそういうのちゃんとカチカチと、できないと一人前じゃないよね。じゃないのに、そんな何大切なこと言ってんだって言って、そもそも、その評価基準にかからなくなっちゃうっていうのがあるんですよね。まあうちも結構そういう苦労してる身ではあるんですけど、実社会でね。ですけど、まあ、実際にそういう層を取り込まないと成り立たないよっていうふうに見てるのか、そうじゃなくて、もっと県外の人とかも含めて、成り立つよ、もしくは若い人たちでも成り立つよぐらいの目標設定値にしてあるのか。だから目標設定値とかさ、もうそういうようなところとかで、ちゃんとやってるのかっていうと、まあ、ていうかね、そこまで考えてやる人ってそんなにいないと思うんで、というかね、考えたら、結果、YouTube やってる場合じゃねえやってなる人が多いんで、やるってことはそう
なにね、考えずにやっちまった方のが続けれるんですよ。だから、ぶっちゃけ考える必要があるかって言ったら、絶対的に必要ではないとは言います。ただ、もし、その民権でやってて、事業化とかそういうのを考えると、大人の人ってのを取り込むっていう人が出てくるんで、そのあたりとかをじゃあどうしていくのかなっていうのが、今のところそんなに動画にないじゃないですか。ってことは、そういうところとかじゃなくて、YouTube を見てる、いわゆる20代、10代、後半20代とか、そのあたりをしっかりと取り込んでいくことに特化し、集中していくのか、それとも、三重県っていうエリアに、集中するっていうと、そのあたりが、を取り込むのかと。もちろん、エリアに集中するし、そういう層の人たちに媚びるようなね、わざわざ作る必要もないよっていうのもいいんです。それもいいんですけど、一番良くないのはこれ、取り込むか取り込まないかを、ある程度明確にしとく。取り込まないよってやってて、思ったよりその層の人たちもついてきたらラッキーっていうのはいいんですよ。ただ、どっちもありでっていうふうにやると、あれだよっていうこと。うちのところが要は、基本的にはちゃんと働きながらやるっていうのを大前提でやってますよっていうところで、だから、一応、ワンチャン出そうな目があったら、そこのところにバッて行くっていうセンサーだけ働かせてますけど、っていうことですね。そのために何かその、地の方に能力を割くとか、そういうわけではないよ、というようなところですね。運気が来たら、網投げるけど、別に、その山に、森の中にわーって入ってて、取りに行くようなことはしないよ、というのは、そこのところ中途半端にやると、中途半端に入っててってなると、それの能力で無駄な能力が生まれてしまうんで、割り切るのは、どっちに割り切るのかは決めといた方がいいです。ねっていうところがあるんで、別に取り込まんと、その今の活動で、のベースのところでビシッとやって、っていうのでも、全然問題ないですからね。だから、そういうので大人の人たちが見て、わーわー言うのは、もう全然気にしなくていいよっていうふうにするか、いや、そういうところを徹底的にやろうね。でも、どっちかにしないと、中途半端にやると、どっちの客、若い子から見たら仕上げるし、っていうような感じになるんで、そこのところはね、やっといた方がいいと思います。うちのところみたいに、そこの年代とか、そういうのじゃなくて、インテレスティングにとファニーの軸に置いてみてると、うちのところなんていうのは、じゃあ、お前のところちゃんとやってないやって言われそうなんですけど、うちのところは、インテレスティングファニーの、客層の、軸で見てるんで、10代の子でもインテレスティングが好きな人だったら、楽しいよね。やっぱトリビアの泉とか、いるね。なんだっけ、水曜どうでしょうとかね。ああいうようなノリが楽しいよって思える、インテレスティングより。その中でファニーも入ってくるのが水曜どうでしょう。すごい高次元の両立をさせてる番組ではあるんですけど、トリビアはそこ。でもトリビアは本当インテレスティング、突き詰めた結果ファニーが生まれるっていう方の、あれですもんね、っていうところだったりするんで、いうのがあったりするんで、そういうようなところとかも、もう入れてる、だからインテレスティングより、だから普通の人が見てたらなんでこんな面白くない動画ばっかり上げてるので、なんだそのあたり。なんで強く入れたのってそのあたり。インテレスティングによってる場合には、インテレスティングによって、かつね、国際的に、だから言語の通じないところで回っていくっていう、ファニーじゃない、国際共通言語的に作るっていうのは、実は、なんていうの。どちらでもいいんで、そのあたりとかを、ビシッとね、割り切る必要はあると思います。これから特に多分クラファンとか始めて賛否両論とかわーっと出てくるときに、そのあたりとかを、どっちでもいいんだよ。なんもう一切無視みたいな、ね、やったって伸びるところで伸びてるのはわしですからね。ヒカルさんとかもそうですけど、ね、いいのかとしますからね。で、クラファン、あとは、一つ気になる、ネガティブ試験としては、下の話題に行く場合、このあたりのやつを見据えたときにね、一つ大事になってくるのは、じゃ他のチャンネルどうなのっていうことです。うちのところはもう話になりませんよっていう話は、ちらっとしたんですけどね、今。じゃあ他のところどうなのっていうのを考えたときに、ちょっとね、そのあたりで見ておいた方がいいかなって思ったところを、とりあえず2つね、出しときました。他にもあります。みえよみチャンネルとか、他にもいろいろとあるんですけど、パッとね、総合比較するのにはこの2つがいいかなっていうので、おっチャンネルさんと、よつさん、よつたんチャンネルっていう、よったんって、名前でひらがなでやってましたけどね。よつたんチャンネル。今、多分よったんでいい、よっちゃんか、でいいと思いますけどね。で、のチャンネルがあります。で、ここのところが、よつ、
さんのところが、2600人ぐらいで、まあ、ベースメンさんの、あ、もう超えてんだな、っていうのがあったりとか。で、おっちゃんねるさんっていうのが、三重県では多分一番、その地域商工会とかやってるところ、一番強いところ、と、私は思ってます。山田さん調べると一番最大手はこのおっちゃんねるさんで。この前も、TC さんと行ったお店のところで、YouTuber が紹介してくれましたってなっとって、ね、誰かなと思ったらおっちゃんねるさんでね。おっちゃんねるさんなら、まあ、10万人超えてますからね。もう、堂々と YouTuber と言えるね、あれなんですけど。まあ、おっちゃんねるさんじゃ、本業は何かっていうと、テレビマンの方なんで、なんでね、映像編集マジでちゃんとしてるんですよ。めちゃくちゃテレ、あ、ちゃんとテレビマンの人がやってる、編集技法になってるんで、めちゃくちゃ本格的、めちゃくちゃ見やすいです。わあ、すげえなーと思いながらいつも見てますけどね。まあ、お店紹介とかもやってます。で、年齢が、おっちゃんねるさんはうちより全然上なんですよ。多分40代中盤ぐらいなのかな？50代入ってるかな？おっちゃんですよ。ザッとおっちゃんっていう年齢の。あ、50超えてるのかな？っていう感じの、方なんで、もう、いわゆるテレビマンとしてもともとベテランの、ディレクターさんとかやってたのかなっていうことなんで、当然テレビの編集とかもできるから、その技術とかを持って、YouTube の方を、ご夫婦でね、やれてるっていうことなんで、そのあたりもね、いや、強いところで。ですから、数字も強いですよね。738本負けてんだ。ね、視聴回数も言うと4800万ということなんで、やっぱちょっと、かなり多い。まあ、多分、三重県の紹介してるチャンネルって言って、パッと思いつくって言うと、多分、おっちゃんねるさんあげる人は多いんじゃないかな、っていうところですね。ですが、FPM、たっけな、154。あ、そうか、700本の動画で11枚いるから、だから、やっぱ、そのクオリティがちゃんとしてるんで、数字にこの辺り出てますよね。これを正直かなりトップクラスな数字ですからね。いうような感じで。まあ、平均再生も、66万か。6万6千、あ、ごめん、6万6千ですね。6万6千。まあでも、平均6万再生、名人の紹介、オンリーじゃないんですよね。実はちょっと数字のところで言うと、ちょっとあって、この辺りで、例えば、上の方に上がってる数字ね、98万再生とか90万再生とか、98万再生ってほぼ100万再生ですからね。もしかしたら、このジャンルの方をやって、見てる人だったら見たことあるかもしれない。キャンピングカー系の動画。実はこれが、全国的に結構強いところになってまして。まあ、その、キャンピングカー好きな人が、その、キャンピングカーのレビューとか、まあ、何してちゃんとしっかりとした構成で作ってくれるんで。わかりやすいですしね。っていうのもあって、全体的な再生数で言うと、そこが、どっちかちょっと伸びてるところではありません。ただ、三重県の紹介動画も非常に、まあ、コンテンツが700本ありますからね。やっぱり、多岐にわたってありまして。まあ、大きくだと、その、地元の美味しいお店に行って、食べてみるのと、キャンピングカーかなっていうところで。まあ、それを複合させるとかもやってますし。なんで、まあ、数字も全然やっぱ、高いんですよね、こんな感じで。4万取ってくるわけでございますよ。っていう、ところがあったりするわけでございます。まあ、ここはやっぱ高いですよね、数字がね。っていうところがあったりするんで、逆に言うと、2件の紹介動画として、ドーンと行くってなると、このおっちゃんねるさんがめちゃくちゃ強いんですよね。っていう中でどういうところが、まあ、一番いいのはね、おっちゃんねるさんとベースメンさんでね、うまいこと連携、取ってね、やれると、きっといいんだろうな。年齢的にも全然もう、うちよりも上の方と、ね、まあ、ベースメンさん、うちより多分一回りぐらいしたでしょ。っていうところなんで、一回りをしたでしょうね。ですから、すごくいい感じになるんじゃないかなっていうところがあったりするんですけど、まあ、もうわからんと勝手に言ってるだけなんでね。あれですけどね。まあ、そういうところで、まあ、ここはいわゆる大きな壁にもなりますよね。同じような感じでやってるので、まあね、お高いでいろんな店紹介してもらうとね、あ、この店もあるや、すごいな、っていうのもありですし。で、まあ、おっちゃんねるさんの方はやっぱその人生経験もあるし、そのテレビマンとしてのノウハウも持ってるので、やっぱその許可取りとか物取りとかもやっぱ結構技術的にすごくノウハウをしっかりと持っていらっしゃる方なんで、すごく安定して見れますからね。っていうところとかがあるんで、多分そのあたりとかが、まあ、競合
付け人になるのかな、まあ、みえおみチャンネルさんも Vlog とかでそういうのをやっておったりとかっていうので、結構お店紹介とかで、まあ、北部中心にやってるところとかもあるんですけど、うん。まあ、そういうところとか、強いところがいくつもあるんで、まあ、うちのところもね、ですから、どっちかというと、そっちを重きに置くんじゃない、4つ目をあんまり重きに置くんじゃないよっていうのは、まあ、正直言って、その太刀打ちはできないですからね。真っ向から、じゃあ、それに、上回るような、店舗数回ってね、撮影許可取って、まあ、いわゆる、これ、こういう時に大事なのは、それ、どれぐらい店舗数回れるのかっていうのを非常に大事になっとって、そういう意味で言うと、そんなに店舗数を回りに行けない、ね、質の資金的な面でも、時間的な面でもね。っていうのもあるんで、まあ、うちの場合は、どっちかというと、そうじゃないよっていう、ノンジャンルの、こういった、ポーンとしたのに、割り振って、数を打ってるようにしてっていうふうにしてるっていうのは、まあ、完全に趣味でやってるってのもありますけど、うん。のあたりとかを、めしめさんだから、まあ、逆に言うとでも、そういうふうにしてやっていけば、ここから11万のうちのキャンピングカー好きが2、3万人専属の人がいたとしても、7、8万だから目標10万ね、とか言ってきたらもう、2件内では、うん、間違いなく、それなりにちゃんとした安定した人数になってきますから、7、8万とかね。まず1万円、1万登録かっていうところですよね。うん。っていうようなところとかが、取ってくるとまたちょっと、一つ、上のね、ステップに行けるのかなっていうのが見えてきたりするんですけど、まあ、そのあたりも難しいところはあるんですよね。現実的にいろいろと考えていくと、頭でっかちに考えていくと、こういうふうにして結構頭痛くなってくるというところも多いですからね。まあ、単純にそんなにね、考える必要もないですけど、まあ、うん、結構、このあたりとかをしっかりと持ってやっていくと、逆に言うと、長期的な活動するときはそういうのを持ってると、やりやすいですかね。うん。っていうところかな、というところですね。まあ、ですから、そういうところとかが、まあ、どうやって、地に、あ、その、あ、あの、あっちに足をつけるとは、またちょっと違うんですけどね。どうなっていくのかっていうところがありますよね。っていう中でいくと、もう一つ、ちょっと、気になるところがあります。まあ、こんな感じで、その取り込む層、まあ、ですから、おっちゃんねんさんは上の層も全然取り込めてません。何せ50代で、もうちゃんと、社会人でやっていて、で、やってるところなんで、やっぱそのあたりとかがね、そのやっぱ、動画に、明確に出るのかっていうとあれなんですけど、まあそういうバックグラウンドがあると、やっぱ、ね、その大人の人からしてみると、安心してみるし、まあやっぱその大人の人がわかりやすいネタとかもそういうのをちゃんと入ってたりするところがあるので、うん。っていうのがありますよねっていうところ。で、あとは、そういうあたりとかをどうしていくのかなっていうのはね、うん。どうするんだろうな、というところが、うん。まあ、ちょっと大変なところかなっていうところと、もう一つ、これちょっと具体的なところで気になったところがあって、クラファンの税金対策は大丈夫かなっていうところです。これ何かって言うと、うちもその個人でそのクラファンやろうってなった時に、一番最大のネックになったのは結局税金対策なんですよ。うん。まあ、簡単に言うと、もうちょっと、これで集めてやるってなると、まあ、副業規定とかがあって、ちょっとそこのところにちょっと触れちゃいそうだなっていうのがちょっと怪しかったんでね。っていうのもあったんでね。一応企画でどういうのが、返礼品出してとかって考えてね、準備もしてみようかなっての思ってたんですけど、ああ、ちょっと、うん、そっか、そこら辺に引っかかる恐れがあるから、まあ、会社的にちょっときついかなっていうのがあって、うちは取りやめたっていうのもあるんですけど、特にこの税金関係ね、今30万円集まったってなってるじゃないですか。で、これがどういう感じでの流れで、その30万円の資金の流れのところですよね。うん。がどうなっていくのかっていうところで、場合によっては、というか、ほぼ実着、だいたい3分の1ぐらい、は取られる予定で、昔はその動画で使えば経費になるさなんて言われてたんですけど、あなたちょっと法改正が入って、動画で使ったからって経費として認めねえぞっていう、いわゆる、こんだけ100万円ね、入りましたけど、80万円経費で使ったんで、無理です、無理です。いや、飯食ってそういうので、経費として認められないよというか、そもそもその個人事業のあれのやつになってないと、うん、雑所得っていう形で、もう税金取るからっていう形に変わってるんですよね。税務署の法改正が。その中で、ね、取る時の改正は早いですからね。うん。っていうのが
あって、うん、まあ、結構それがまた、まあ、支持はされてますからね。うん、そんな YouTuber って言ってね、その、略して稼ごうみたいなやつから金を取った方のものは、当然の権利だみたいにね、やっぱりね、考える人がいっぱいいますからね、少子高齢化でね、おじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいますからね。うん、そうなっちゃうんですよ。うん。が、若い目が出にくいもんね。っていうところですね。っていうところはね、まあもうこれ日本のもう抜本的な問題なんで、そこら辺振り出すとキリがないし、緑のチャンネルの方でやらないといけなくなってきますんでね。こっからはね、もう1時間ぐらいで、ね、ちょっとまとめようと思うんですけど、今のクラファンのその税金対策のところが、うん。結構その、じゃあこれ法人としてやったらそんなに難しい話じゃないですけど、多分法人化はしてないと思うんですよね、ベース面さんって。そのあたりとかは大丈夫かな。例えば30万円集まったからこれ1年できますよっていう計算でやってますけど、単純に、キャンプファイヤーさん何パーセント持ってやったっけ？ 20% だったっけ？あ、違う、絶対違う。1寄付いくらとかだったっけな。あ、しまった、忘れちゃったけど、うん。そうだね。だからあれだ。カードに、トレカーの、余ってるトレカーに、サイン書いて返礼品にしようかなって考えたときに、いくらでやったら最低限、その赤にならないのかなって、計算したら200円とか300円とかになってたんで、送料から100円でとかって考えて、で、10円、20円とかっていうような計算だったんですかね。うん。っていうような、ところとか考えると、まあ、それぐらいが、その30万円集まった、が、まあ、多分6、7万ぐらい、5、6万ぐらい、あれかな、飛んでくのかな、っていうことになると思うんですよ。で、うん。大事なのは、それで、その入ってきた額が、どういう税金の方になるかで、法人化してたら、当然法人収入になってくるので、そこから減価償却できるんです。うん、ですから、そこから、はい、こんだけ、資材品使いましたよって言ったらできるんですけど、法人化はしてないよね、多分。するにはちょっと規模的に相当、でかくないと法人化って難しいんで、大体2000万円ね、2000万円とかって言われてるんで、法人化の、するにはって言われてるのがね、YouTuber がするにはね、2000万円入ってくると、法人化、するみたいな、正式な法人として、その会社にしてっていうような、まあ、グループ系の場合はそこまで行ってなくても、まあ、資金をね、ぐらぐらにしないためと、税金対策しやすいように、プール金を作る、まあ、株式会社ベースみたいな、うちだったら株式会社スターステールみたいなの作って、そこのところにお金が入ってきますよ。で、そこから、一定収益が、まあ、社員さんみたいな感じでね、もしくは役員報酬みたいな形で割り当てられますよ、みたいな。役員報酬の形にするのが実はいいんですよね。社員だと固定金にしないといけないとかあるんで、そうすると、安定しないところではね、ある程度大きくなったら、まあ、そんなこと気にしなくてもいいんですけど、といったようなところはあったりします。ので、おそらく個人でやってると思うんですよ。そうすると、じゃあそこのクラファンの、で、得たところが、どこに流れるのかっていうところで、そこのところが、まあ、順当に考えると多分リーダーさんの、個人のとこ、だからどの口座に入るかですよね。法人してあって、法人のところに入るんだったら何も気にしなくていいんですよ。ここからの話、もしベースメンさんがそういうふうにしてなってるんだったら、もうここから先の話はもう一切無視してあって大丈夫です。全然気にしなくて大丈夫なんですけど、多分個人にしてあるってなると、個人に入ってくると、これ、いわゆる副業収入、副収入の形の計算になるんですよ。で、30万円超えてくると、で、6で割るから、6、3、180万超えたらその計算しないといけないんじゃないのって、いう仕組みにしたらいいんですけど、これ、多分受け取り口が個人のところになってると、その個人のところダイレクトアタックで入っちゃうんで、そうすると、もう30万超えた時点で、いや、これもう、雑所得として入ってますよねっていう、計算になるんですよ。そこから、いや、6人でおられましたって言っても、いや、それはその経費計算でやられて、もうそこで、あなたの雑所得になってるんで、これに税金がかかりますってなるんで、税金かかってくる。
と思うんですよ。で、クラファンなんで、もう明確にね、ここの人に、このアカウントがこれだけ入ってますよっていうのが、もう、税務署さんに、もう丸分かりなので、逃げ隠れの仕様も、隠し用も全くなくなっちゃうんで、そこのところで、税金で持ってかれるよう前提にして、この数値出してるんだったらいいんですけど、なんか、そこのところが結構ギリギリの数字なんですよ、パッと計算してみると。まあ、山田計算なんで相変わらず当てにはならないんですけど、パッと計算してみると、もう、結構そこのところが、なんか、非課税の税金かからない金額ベースでなんか話しちゃってねえかなっていうのはちょっと心配だったり、そこら辺はね、詳しい人は、周りの大人の人とかに聞いてもらう方が、うちが別に専門でやってるわけじゃないんで、ちゃんとはっきりしたことは言えないんですけど、30万超えてくると確か、年30万でかかってくる。で、2月に入るんだと、年度末じゃなくて、これ年末調整とかの計算の方法だから、12月のところまでで、入ってきた収入のところにかかってくるんで、まあ今はすぐにね、税務署が来てギャーギャー言われるっていうわけじゃないのは間違いないんで、まあそんな、すぐに、今すぐそれで中断しろとかいうこの話では全くないんでね、それはまあ全然問題ないんですけど、一応そのあたりとかの、引かれるものあるよっていうところとかが、どれぐらい想定に入ってるのかがちょっと気になったっていうぐらいですね。っていうところかなというところなんですね。で、っていうところらへんかな。で、あとは、結局ね、今までずっと見てきました。いろんな活動やりますよっていうのね、見えてきたところでね、いろいろとやっていくっていうことなんでね。まあ、最後にね、もうそろそろ結論づきましょう。ね、まあ、最後にね、うちのところか、チャンネルかね、申し上げる言葉はこれに限るということですね。けど、何かあればお気軽に、やんばるよ、連絡を。いつでも、コラボ要請待ってます。はい。うちのところは、全然、どこでも、パッと行きますね。よろしくお願いします。ということでね。結論、オチはこれにしとこう。まあ、何かしら、そのあたりとかでもね。まあ、ある程度、専門家で、ね、そんなにやってませんけど、まあ、言うてね、まあ、それなりに生きてきて、一応、社員、でね、働いてとかやってるんで、ある程度ね、そのあたりとかも、YouTube 働きながらやるならどうしたらいいのかとかね、そういうノウハウも持ってますんでね。そう。ぜひね、言ってくれたらもう全然、別に、オンで、クラウド撮影ならね、なおのこと言ってよしですけど、これがちょっと言いにくくなるんですよ。クラウドファンディングのもう文句じゃないですけど、クラウドファンディングでそういうふうにして、動画出演できますよっていう権利を売ってるってなると、うちがね、金払わずにね、ピョンって出てね、やっちゃうとね、なんやなんや、金も払ってないのに、そうなん出てておかしいやないかっていうふうな、感じにね、なってしまうんでね、そこのところがちょっと難しくなってしまうんですけど、ですから、まあ、あれがゼロ人だったら全然問題ないんだけど、誰も文句言う人もいねえだとかあれだし、っていうところとかもあったりするんですけど、まあ、気にせず、うちのところ的には全然ね、OK やったんで、いつでも、対応できますんでね、また言ってもらう。いつでもっていうか、仕事のない時に出ないとダメなんですけどね、っていうのがあったりしますよ、というところぐらいかな、ということでございます。連絡先とかも全然書いてあるところ、とか、あそこなんかでも、繋がってるか、Twitter とかでも全然繋がってるんでね、そっちの方とかで、言ってもらったら、全然 OK でございますんでね、どうぞよろしくお願いいたします、ということでございます。まあ、本当に何でも、気軽に。ご連絡ください。大体何でも屋さんなんでね、スターステールなんてのは。ということでございます。ということでね、まあ、こんなところでいいかな。締めにかかろう。締めっていうか、もう締めよう。ということでね、まあ、この動画はこれぐらいで締めさせていただいて、編集して何時間の動画になってるんだ、光栄。なんですけどね。まあ、とりあえずこんな感じで。まあ、どっちが一緒ね、うちもね、名店、そういった、お店情報とか、ね、そういうところにあんま力が一緒に入れてはないんですけど、まあ、名店を盛り上げて、まあ、名店でね、四日市ですかね、私は四日市のところからこうやってね、発信をして、まあ、いろんな形でね、知ってもらう。まあ、そういうのに特化してこういうふうにやるというよりはね、いろいろと横のね、情報とか、フォアと入れながら、名店のこんなところっていうのを入れていった方が、まあ、全国的にね、名店の魅力発信とかにするにはこういった方がいいかなと思ってやってるっていうのでね、住み分けてる感じもありっちゃありますんで、まあ、何も考えてないっていうのが一番結論なんですけど、うちの場合は。そんな考えてないチャンネルが3時間も偉そうなことのを垂れて、ようやるなっていうのが、うちのチャンネルの醍醐味でございますので、そういう感じでいろいろと楽しみしていただけたらいいんじゃない
んじゃないかなという感じでございますね。ということで、まあ、この動画はね、これぐらいで締めてね、まあ、またその辺りとかもね、まあ、ベースマーチンとね、また絡めたら、まあ、うちとしてはなんか寂しそうやし、絡めたいなっていうところはあるんですよ。まあ、いう感じでございますね、というところかな。それぐらいかな。まあ、この動画はね、これぐらいで締めさせていただいて、まあ、何よりもね、ベースメイさん、まだ、30日ぐらい、時間があります。で、第一目標は達成しましたけどね、まだ上の目標もいろいろと設定してますし、いろんなね、さっき紹介したようなね、やつもあります。またリンクね、キャンプファイヤーのリンクもこっちの動画でも勝手に貼っちゃいますんで、まあ、ね、忘れちゃいけません。この動画、全くベースメイさんとは、一切関係なくね、ない、スターステールというチャンネルがね、勝手に言ってることなんでね、あまり、気になさらずね、してもらえればと思います。ということで、まあ、こんな感じでね、動画の方は締めにかかっていきたいと思いますので、あとは何か言う忘れてることはないよね。ないような。大丈夫だね。ということでね、まあ、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。